はい、録画開始しました。まあ、なんか定期的にやっている、12年ですよね。12年、まあ、1月から3月期のテレビアニメについて、だいぶ遅れてるんですけれど、もうだいぶ新番組始まって、もう定着してるぐらいなんですけど、遅ればせながらやってみようというふうに思います。ホストは、いつもの LD です。それからいつものルイさんです。挨拶どうぞ。よろしくお願いします。今期に関しては、無様で、すいません。無様っていうのは だからやっぱり一つのタイトルを20回、30回とか平均して見てると、まあ、どうやったって全体に割く時間は減るよなっていう まあ正直なシンプルな話ですよ。なるほど、なるほど。シンフォギアをずっと20回、30回と見ていたと。そうですね。まあ、1話に関しては5、60回見ましたけどね。すごくよく見てるね。だからそういうふうに、さすがに、まあ、これはすごい幸せな体験なんですけど、オタクとしてはね、久々にこういうものに出会えたから嬉しいんだけど、まあ、その分の、まあ、しっかりと等価交換じゃないけど、まあ、しょうがなんない。か人こう、間、生きてる時間限られてるからね。しょうそうがなんないでよすね。ね、まあ、それが出た気ではありますね。ただまあ、一応、やっぱり楽しかったですよ。なんかいきなり総論的な話してもどうなんだと思ういいけよ、ど。して。そうです。なんかね、去年の春ってすごく良かった期だと思ってて、夏かな？日常とか、花咲くいろはとか、タイガン・ド・バニーとかあった期とか、めちゃめちゃ充実期だったなと思って、で、まあ、そんなに充実した期はもうないなと思ってたんですけど、今期別にそこまで思ってないので、僕結構シンフォギアとか、僕の中では特別な扱いなんで、もうその季語との比較に入れようとも思ってないんですけど、たまに何年かに1回あるようでぐらいの感じでしか思ってないんですけど、それはさておきとしても、結構小粒揃いっていうか、なんか上げるものに苦慮してる割には全体楽しんでるって、ちょっと変な感じですけど。僕も全く同感ですね、それに関して言うと。実は今回、なんていうか、候補を挙げてるんですけど、どれにも執着してない自分がいますね。そうなんですよそう、ね。必ずこうしてやろう、こうしてやろうっていうか、今期絶対これだったろうと思ってなくて、むしろ上げるのに困ってしまった。なんかその人の切り口っていうか、その人の好み次第で結構それなりの面白リストが作れそうっていうか。そうですね。人によって違うところが面白いのかもしれないんですけれど、で、じゃあつまんなかったかっていうか、なんていうか、確かに上げることがないっていうのがちょっと特徴になっちゃってるんですけど、言いたいことはあるんですよね。そうですね、わかる気がする。作品総論としてはいろいろね。そうですね。ちょっと代表的なところ言うと、ギルティークラウンとかですね、なんかかなりいろいろ言いたいんですよ、僕。ただ、ちょっと、今回ちょっ特と、に LD さん、ギルティークラウン、僕に対してちょっとなんかこう、高いポテンシャル修正を僕に語って、あ、なるほどね、そういう期待の仕方があるんだみたいなこと、僕は結構納得してて、その視点で見てたんですけど、そうっ言すわずね。もがな。言わずもがなじゃなくて、いや、一つはちょっと、そんなこと言いながら、今回ちょっとあんまり語れないんですよ。っていうのは、なんでかっていうと、ちょっと僕、いろいろ録画失敗してですね。おお、それは分かりやすい無様ですね。いや、無録画様っ失て敗ほ言どわ分れかてりやすも、いそ無ん様な、もそうないと思うけど。機械のやることは制御できないよとか思っああ、て。なるほど。そう言われちゃうとね。いや、ただ、最終回あたり見たんだけど、割と重要な回っぽいところをですね、いくつもポロポロこぼしてるんですよね、僕。例えば。なんだろ、最終、え、あとですね、あの、シュウ君の腕が切られちゃうあたりとか。切られた前後どっちですか？切られるそのもの、あ、切られるそのものの回です回、か？そのものの回、ああ、なるほあそど。こら辺のまあ、回が、なんか音が入ってないわ、途中で切れるわで、どういうことっていうような感じつまになっりあれてですて。ね、ハレが死んで気づいたらシュウ君腕切られてたみたいハレな。が死んだ回は、見てる。っていうか、サブタイトル入れればよかったかもしれない。ハレが死ぬ回は。だから、つまりだから、ハレが死んで、シュウ君がどうなるかって思ったら、まあ、実質的に気づいたら、もう腕切られて腕がーってなってたって話でそうしょ。そうそうそう。俺の王の力がとか言ってたらしいんですけど、仮定がねえな、仮定が。勝なん手がかないワでしンクッょ。ション完全に飛ばしてる感じがありますね、それ仮手で。がないでしょ。だから、なんだろう、あんまりちょっと 言えないっていうか、僕はなんか、そう言いながらギルティクラウン好きですよ。で、だからちょっと、個人的にっていうか、このラジオで喋れなくても、
僕必ず多分見直す、全話見直すと思いますよ。ああ、なるほどね。で、エリーさんそうですよね。結構僕よりもやっぱりその、うん、物語類型を愛する方じゃないですか。うんうんうん、僕なんかぶっちゃけの話、物語類型なんでもいいっていうか、うん、まあなんかそれなりにそこに引っかかりゃもうそれでいいんだぐらいの話ですけど、結構型で選ぶところありますもんね。そうですね。オーハー的な話としてもね。そうですね。で、その意味でもなんか、あ、いや、そうすることによって、特にギルディクラウンなんかは、いろいろ見出せると思ってるんですよ、僕。うん、なんだろう、オチの方ってなんかああなってるんですけど、うん、なんかいろいろ見出せると思ってるし、あのオチはあのオチで意味があると思ってるし、うん、そんな感じのところでなんかそうは思ってるんですけど、このラジオでそんなに喋れないかなっていうか、喋ったとしてもなんかいい加減かなっていうか。あ、僕も喋ったとしても悪口になるんでね。え、悪口なんだ悪口なんだっていうか、ちょっといろいろちょっとそこら辺はなんだろう、ルイさんが語るときの補正とか、うん、僕が語るときの補正とかでなんかちょっとチェックしたいようなところはあるんですけど、ね、それは全然シンクができないですけどね、うん、そうです。いや、なんだろう、ルイさんってなんかこう、いのりちゃんみたいなキャラクターってあんまり好きじゃないじゃない？うん、そうですね。うん、そこら辺みたいな話っていうのかな、うん、僕はなんか好きだし、なんかすごく重要視してるんですよ。ま、前ちょっとなんか前のラジオの時にいろいろ話してたと思いますけど、うん、よくアニマ入ってるっていうことが使うの、うんうん、アニマ入ってると思うんですよ、あの子、うん、で、あ、まあ、ちょっとそういったところで重要視してるんだけど、多分ルイさんってそういうところ、なんか女の子のキャラクターの、うん、アニマ入ってるっていうと、逆に言うと、なんていうか、逆の見方すると空っぽって言ってるようなところがあるんですよね、うん、 そうです。それは何かっていうと、なんていうか、その男の子の幻想のままの子だって言ってるから、うん、幻想って裏がない子ですよね、うんうんうん、それは結局空っぽの子だって言ってるのに近くなりますよね、うん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 、そうするとルイさんが嫌いだっていうのかなとか、うん、まあ大物筋そんな感じでしょ、そんな感じですよね、うんうん、で、うん、でただちょっとそれ多分見てる方向が、うん、裏と表でルイさんが、僕がなんだろう、いのりちゃんっていう二次元の女の子の表の方を見てて、ルイさんが裏の方を見てて、で表の方を見てる、あ、この子いい子だよねとか言ってるんだけど、裏の方を見てるルイさんが、いや、この子嫌いっていうか空っぽやみたいな、うん、そうですね、うん、なんかこう認めるために存在する子ってどうなのみたいな話とかね、とかそういう指摘になるんでしょうね、多分ね、うん、で、また意味はわかるみたいな、例えばあそこにいのりちゃんがいる意味はわかるとかね、うん、やっぱりこう渥美くんをどっかで肯定していかなきゃいけないし、うんうん、そのために配置されて、できっと物語の中で渥美くんのその特別になれない葛藤みたいなものを組んで、うんうん、こう彼女はそれに惹かれたんだろうなとは思うんですけどね、うんうん、彼女とか、あとあのハレのこう何、厚くんは実は王様になれるよとか言われても、うん、あ、うん、ロジックとして言ってくれるのは、まあ言いたくなるのはわかるけど、うん、別にそうもなってないよねとかって感じに冷めてしまうとか確かにあるかもしれない。そうですね、なんだろう、うん、いや、上にギルティクラウンとか、やっぱりなんていうか、あの子は行っちゃうんだとか思ってて、あ、うん、そこには意味があるなっていうのと、もう一つ対比して言うと、結局前のラジオの引き継ぎになっちゃうんですけど、ほうほう、アクエリオンエボルの方の、うんうん、あっち側の、ミコノさん、うんうんうん、ミコノさんも似たようなタイプなんだけど、うんうん、あの子は中身入れてこうとしてるわけじゃないっていう、うん、まあでもね、どっちかというとミコノたちの方の嫌いの方が僕の中ではなんか好きに近い意味の切り合いというのかな。なんでそんなひねくれた表現になってるんですか。え、だって作品の中でこう情熱を浮き上がらせる存在の真空状態みたいな感じの戦い方してましたけど、うん、もうだって作劇として意識してそのミコノさんとあとアマタ君、うん、をわざとああいう空虚な感じというかスカな感じにして他を立たせようとしている作劇をしているのがわかるから、うん、なるほどねって、まあ、なるほど、好きな感じの嫌いなんかややこしい、納得のいく嫌い、納得のいく嫌い、好みじゃないキャラなんだけど、うん、キャラとして通ってる感はあるから、別にそれについてどうこう言おうとは思わないって感じなのかな。わかりました。あ、いや、ちょっとギルティグラウンの話でいろいろ言っちゃったんですけど、ほうほう、ちょっとタイム的なスケジュールで話していくと、はい、まあ、雑談と特別選考あたりで1時間ぐらい、うん、キャラクター選考サブタイトル選考、はい、作品選考ぐらいで1時間ずつぐらい、はい、で計4時間まあ4時間で何とか はい、やりきろうっていう、特別選考1時間ってなんじゃろほいって思って、あ、いや、と、まあ、雑談プラス特別選考であって、はい、特別選考なんて10分ぐらいでもう、うん、3分ぐらいで終わらせてもいいぐらい、まあ、そう、普段僕らそんな感じですよね、特別選考それでいいっすよみたいな感じだったんで、うん、まあそんなノリで、ちょっと話していこうと思いますけど、で、はい、ちょっと雑談の続きの方なんですけど、はい、
なんだろう、ちょっと書いてるのが、あ、なんだろう、ちょっと僕が書いてる選考の、うんうん、表なんかチャット上にちょっと貼っておきますね。あ、なるほど、うん、ありがとうございます。それでなんていうか皆さん見れたらっていうか、まあカメラで見せてもいいんですけどね、こうやってサブタイトル選考って言って、で、雑談とかでこんな風にアナザーとかあの夏で待ってるとか書いてるんですけど、アナザーすごく好きなんですけど、うん、よかったですね。選考に入れる気があんまりしてないんですよね。ああ、そうか、僕はアナザーのあのサブタイ選考、さっきあの残り5分で書いたって言いましたけど、うん、はいはいはい、アナザーのサブタイ選考上げようと思えば1個は上げられるかな。あ、どこら辺の話？海の話好きっすね。ああ、海いい、海ありですね。やっぱりあの、なんて言うんだろう、途中でやっぱりどうしても現象さん、現象さんっていうのはどうなんだ、うん、まあ現象さんのスーパーパワーがこう活用されてって、うん、見せ方がだんだんこう、なんて言うんだろう、人間心理がカタストロフしていく感じにこうシフトしていくんだけど、はい、海のあたりが結構その辺の法話のギリギリのところで、うん、もう大丈夫だと思うんだけど、映像がどこまでも危なっかしいっていうか、うんうん、そのハラハラ感みたいな、やっぱりこう、この作品の一番の価値って、やっぱりその、うん、なんだろう、映像が怖いっていうか、カットすべてがどっかから何かが起こるかもしれないっていう、うん、まあ、本当にもう始まってるかもしれないっていう表がその通りっていうか、うん、そう思いながら見るのがやっぱ楽しかった。例えばその海に行くとしたら、うん、こう車で運転してったり時に対向車線がいきなり突っ込んできそうっていうか、うん、あのなんかトラックかなんか追い抜きかける時、普通にただトラックを追い抜いてるんだけど、そう、あのこの作品に関してはトラックを追い抜くときにトラックが幅寄せしてきそうで怖いんですよ。そうそうそう、あのトラック怖かったですよね。怖かったですよね、うん、だからそういう怖いポイントがいっぱいあって、特にそのそれが海の回でものすごい顕著というか、うん、なんかいちいちこうバレーとかしたり、あと海の中でなんかバックドロップとか、うん、いろいろするじゃないですか、うん、友達を放り投げたりとか、はいはいはい、まあ全てに関して死ぬ死ぬ死ぬみたいなことを思いながら僕は見てるんですけど、はい、なんか、うん、そういう見てる視聴者は腫れ物を触るみたいな、こう、そうですね。でなんかほら、あのアナザー全体の傾向として、うん、はい、アバーのパートって結構その例えば先週のダイジェストとか、あるいはその週の予告みたいな感じの、うん、こう死を選ぶ、その死を描くっていうアバーが多かったじゃないですか、うん、死に近づくところとか死の顛末とか、はい、うん、を描いてた中で、アナザーのアバー、うん、その海の海のアバーって、うん、死だと思ったらスイカ割ってましたっていうところなんですよね。あ、はい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 、はい、もうその辺からしてもずっと、まあ、簡単には死ぬ死ぬ詐欺を繰り返してって、うん、でもまあこの作品だから別に詐欺じゃないよね、どっかで起こるよねってみんな思いながら見てるんですけど、あ、やっぱ来ちゃったみたいな、もう17分だよ、もう、うん、もうなんか20分過ぎちゃったよ、大丈夫って、やっぱ来ちゃーみたいな、うん、そういう感じの面白み、まあ面白みと言っていいのかちょっと分かんないんですけど、うん、もう一つはなんか割と落ちみたい、落ちっていうか、ロジックみたいなところが好きで、あの街を抜けたらみんな安心するじゃない、はい、で、あ、ま、街の外には威力が通じないんだとか言ってたんだけど、うん、それで犠牲が出るじゃない、で、うん、あ、街の外でもこうなっちゃうのとか思ったら、あの、なんていうか、いや、そうじゃなくて、出かける前にもうすでに死んでたってわけじゃないんだけど、なんていうか、こう、食らってたっていう。もう頭の中に血が溜まってたわけ、うん、頭の中に血が溜まって食らってたっていう、うん、あ、だからやっぱり威力は街、この土地の中に限られるんだとか、なんかそういう、こう、微妙ななんかルール、よくわからないルールが、それをなんか車酔いのゲーゲーで全てごまかすっていうあたりとかね、うん、腕力がすごい作品だから、なんだろう、本当に現象って言った通り、あなたのその死のルールって、うん、本当にルールとしか言いようがなくて、うん、でなんでそのルールなのなんて言っても何にも始まないっていうか、つまり、うん、お社様はなんでお社様なのかを若干考える余地があるけど、うん、アナザーさんに関してはもう考える余地もへったくれもないっていうか、うん、もうそうなんだよって話になってるわけじゃないですか。そうですね、うん、はい、でもその押し切りの中での今言ったその街の外、街の内っていうルールとか、うん、そのルールのなんていうの、掘るところと全く触れないところみたいなところの加減がよくて、うんうん、やっぱりこういうもの、つまりまあ本当に前途中で言ったんですけど、台風みたいなもんっていうか、うん、なんだろう、本当自然災害みたいなものとして現象さんがいて、うん、いやしょうがないよねって、まあ、確かになんかこんなことあったら相当学校閉鎖してもおかしくないと思うけど、まあ、それはさておきみたいな、うん、そこは突っ込まないでおくと確かにみたいな感じでしたよね、うんうんうん、なんかそういうとこ、あ、いや、アナザーそうなんだけど、でもちょっと、いや、今言ったところが上がるといえば上がるんですけど、でちなみに言うとキャラクター選考で三崎芽衣って入れてるんですけど、こう、うん、そうなのっていうわけじゃないですけど自分で上げたね、僕ね、キャラクター選考で上げだったら赤澤さんとか好きですけど、赤澤さんもいいですよねとか、そういう話になっちゃうじゃないですか。あと、あの芝居で言うと赤澤さんの友達の眼鏡の子良かったですね。うん、そうですね、というか、うん、上げるとしたら、びっくりしましたけど、うん、上げるとしたら姉ちゃんか赤澤さんになっちゃうんですけど、
うん、でそれってなんか普通じゃんみたいなこう、うん、普通逆に主人公のあれが面白いっていう言い方もできる気がしますけどね、うん、なんかほら主人公何気に冷静じゃないですか。そうですね。いや、みんな妙に冷静ですよ。あれ本当はなんかやっぱりあのアナザー引力ってわけじゃないけど、いや、うん、あの普通パニックだと思うんですけど、まあ、ラストはしっかりパニック化しましたけどね、一気に、ね、いや、うん、いや逆にだからそのあの死者が分かったっていうか、そういう情報が流れた途端パニックになってるあたりがむしろ違和感ってわけじゃないんだけど、うん、こう、うん、いや、なんかもっとそのなんか淡々と学校が続けられてるところもなんかすごいよって思っちゃうし、うんうん、なんかの引力としか言いようがないですね。やっぱあれってこうなんていうか閉鎖的な街の、うん、描写がずっとあったわけじゃないですか。まあ、なんだろう、うん、明確な場所はないんだけど、富山を一応舞台にしてるのかな、うんうんうん、って感じ、まあ、北陸とどっかの地方都市で、うんうん、で、まあ、閉鎖されてる感があって、まあ、外出たら、まあ、さっきも言った通り、現象さんが殺しに来て、うん、で、まあ、電話が外からかかってきても、インドとかからかかってくるわけじゃないですか。うん、その遠さ、やっぱりインドっていうのがいいですよね、本当にね。うん、あの、おじいちゃん、お父さんからかかってくるのがインドっていうのがね、はいはいはい、もうその、どうにも隔たりがあるっていうか、うん、地続き感がない。あれが東京だったらなんかこう、うん、すぐにでもねとかね、そういうことですよね。そう、新幹線とか飛行機で東京とつながってる感があるんだけど、うん、インドじゃさすがにやっぱ陸の孤島感あるよなみたいなね、うん、あの辺は面白かったですね。まあ、うん、あの閉鎖された場所的に言うとなんか、うん、ちょっとそこら辺に住んでる人とかには申し訳ないんですけど、やっぱり北陸とかですね、うん、あそこら辺、うん、福井とかですね、能登あたりはですね、めちゃめちゃ遠いですね。うんうん、なんだろう、交通の便と考えて、ね、交通の便考えたら、あの、いや、すみません、今僕あの東京圏で考えると一番遠いぐらいなんですよ。そうですね、北海道とかの方がはるかに行きやすいですよ、ね。うん、札幌とかに、あ、沖縄とかの方が飛行機で行くから早いぐらいなんですよね、うんうん、で、あの北陸のあたりって別に飛行機ないわけじゃないんだけど、うん、あんまり考えらなくなってて、でそれするともうなんか直通のあの線路線というか、うん、そういうのが全くないんですよね、はい、だすごい遠回りすることになってものすごい長旅の場所なんですよね、うんうんうん、だから東京から考えると日本で一番遠い場所に行ってと言ってもいいぐらいになってる、うん、そうですね、うん、新幹線ないし、うんうん、っていうそういう場所だから、その PA ワークスってやっぱりそこに本社があるわけじゃないですか、はいはい、だからやる権利という言い方は変かもしれないんですけど、うん、その地方の物語の描き方の一環として、まあ、例えばトゥルーピアーズがあって、うん、アナサクイロハがあって、うん、でアナザーがあると、全部ちょっとずつスタンスは違うんですよね。トゥルーピアーズの感じってやっぱりある程度こうアナザーに近いところがあって、うん、こう内にこもるから感情が循環されていくようなところがある作りをしてたわけじゃないですか、うん、こうつまり外に行く術がない、まあ、例えばトゥルーピアーズで言うと外の街行こうとしたらバイク事故りましたよね、うんうん、あれってアナザーだったら死んでると思うんですけど、アナザーだったら死んでるってそう、アナザーだったらヒロミとジュンはあのバイク事故で死んでると思うんですけど、そういう感じなんですよ。つまりあの街の外には出られない、つまり雪の降ってない街って言ったんだけど、うん、そこには行けないっていうのかな、うん、その中でやっぱり感情が積もっていく、その以外の道は許さない、うん、でそれが解決したから東京に上京できるジュンみたいなね、うん、だからアナザーに沿ってそこの閉鎖性は近い描き方をしてると思うんですけど、で逆にこう、うん、花咲くいろはの場合は結構相対化が綺麗に決まってて、うん、まあ地方も地方、都会も都会同じようなもんだと、うん、でもまあここ綺麗だよねみたいな、うん、うん、未来にうまく収めてるんですけど、うん、だから今回のアナザーはどっちかというと本当トゥルティアズ寄り的の、うん、その地方の閉鎖性を武器にした土地の物語になってましたよね、うんうん、あれがなんかどっかのニュータウンって言われても、なんかやっぱり同じニュータウンでも例えば名古屋あたりのニュータウンと、うん、このね、北陸のニュータウンだとやっぱりこう感覚が違うっていうか、うんうんうん、まあ本当に失礼、本当にさっきエルディさんが言った通り、そこに住んでる人からすれば失礼な話かもしれないんですけど、はい、公共視点とかで言うと、うん、まあそういうことがあってもおかしくない、極端に言えばね、うん、というふうに思えたって感じですかね。やっぱり街の中で感情がこもってて、その感情の逃がし場がないっていうか、うん、ちょっとどっかの街出て遊ぼうぜっていう感じがないっていうか、うん、そのノリがやっぱりあの本編につながってるっていう意味で、やっぱり土地の閉鎖性の物語だと思いますけどね。そうですね、うんうん、まあ、あなたはちょっとそのぐらいで、あの夏で待ってるとかなんですけど、うん、これもやっぱりですね、選考に入れてないんですよね。作品選考にちょっと一応上げたりしたんだけど、僕上げたっていうか、候補で考えて載せたりしたんですけど、うん、なんかいちか先輩上げてましたよ、ね、あ、そうそう、キャラクターで、うん、すごい無理やり、いちか先輩の何が良かったんかとみたいな話を仕掛けたんで、うん、それもどうか、俺は別にいちか先輩嫌いなわけでもないし、でも、うん、みたいな、いや、ちょっとその攻めは分かるんだけど、なんかちょっとただ
上げておきたかったんですよね。じゃあサブタイで、うん、サブタイでなんか良かったかっていう、まあなんていうんでしょう、作画のクオリティだと撮り方のクオリティが高いんで、つまりなんて言ったら、うん、あのビデオカメラを回す映像作品としての質が高いのがあの夏でマックルなんで、うん、それをどう扱うかみたいなところちょっと迷いがありますよね。そうですね、なんだろう、よくも悪くもなんかウェルメイドって言葉がどうしても出てきちゃうんですけど、そのすごく出来が良くてやってるんですけど、なんだろう、僕らが最初に話してた時みたいなお願いティーチャーとかの話してたじゃないですか、うん、でお願いって、お願いティーチャーとかと比較してしまうんですけど、うん、なんていうんですかね、お願いティーチャーよりもこじんまり終わってくじゃないですか。そうね、いろんな意味で、つまりお願いティーチャーっていう物語ってどうしてもその、うん、停滞っていうキーワードを軸にしてね、うん、とにかく動くことだっていう、何かを起こせば何かがなるみたいな感じで、うん、こう突破していくことをこう続けることをちょっと商用してたっていうか、いろいろ壁はあるんだけど、うん、まあ、ちょっと頑張って越えてってみようよって、多分その象徴としてこう、うん、いちか、あ、しかしやね、あの時の水穂先生か、うん、水穂先生はまあ先生であり、はい、まあ、メガネも一応距離感のこう壁として機能してたと思うんですけど、手と目の間の壁としてね、うんうん、だから水穂先生はやっぱり遠かったと思うんですよ。だから先生と生徒の僕っていう関係性だったと思うんですけど、はい、それと考えて比較してみると、一華先輩って、まず先輩っていう時点ではるかに先生より近いですし、うん、そうですね。で、しかもその先輩っていうのは結構、なんて言うだろう、なんちゃって先輩というか、うん、結構一華先輩は隙がありまくりだし、別に先輩の先輩らしさなんてものもそんなに見せてないし、そうですね。それどころか後半にお姉ちゃんが出てきて妹キャラになるわけじゃないですか。そうですね。うん、あれって結構本当重要な示唆だと思うんですけど、うん、お姉ちゃんが出たことによって、もうほぼ一華先輩のその先輩性みたいなものって剥奪されてるわけじゃないですか。うんうんうん、あの様で、あの姉になんか適当に扱われるあの様で、うん。はいはいはい。だから結構それって幻想で、だから言ってみればお願いティーチャーは壁が壁として機能してるんですけど、うん、あの夏の壁は壁じゃないよって話をしてるんですね。なんかでもなんかそれ永井監督多分それがやりたかったんだろうなってつくづく思うんですけど、うんうん、あ、いや、な、何言ってるかっていうと、お願いティーチャーってやっぱりいろんなところで劇的なんですよね。しかもそうですね、うん、しかもかなり踏み込んでる、うん、でかつやっぱりなんていうか、あの病気持ちで、うんうん、それどうすんのっていう話とか、うん、でそしたら同じあのなんていうか病気共有してる人がいてとか、うんうんうん、そういうのあのなんていうか ことがあって、かなりいろいろ踏み込んだ話をしてるんですよね、うんうん、で配置がすごく似てて、当然意識して向こう、うん、なんていうか配置してるからすごく似てるんですけど、うん、似てるなって言って対比しようってして考えてって一つチェックしていくと、うん、キャラクターたちがなんていうか思ったよりもこじんまり収まってっちゃってるっていうか、あのつまり流れるままに流れていってるんですよ。その物語が始まって、うん、この途中で何かこのイベントがあったから、この瞬間の何かの決断でこうなったって話になってないんですね、うんうん、これは本当良くも悪くもっていうか、まあ、個人的にはあまり好きじゃないんだけど、でもまだ、うん、選択してると思うんで、それを取り立てて何か言おうとは思わないんですけど、うん、なんかそのだこの瞬間の決断とか、ここがポイントっていう話を作りたくないっていうか、うん、まあ、本当に最初からキャラクターがいて、うん、キャラクターたちにある程度のその感情のベクトルがあって、うん、でまあ、そこに一さじ異物が転がることによって物語が始まって、うん、でまあ、始まったら始まったなりにこう展開してこう落ち着くよねっていう、うん、それだけを普通に描いてて、うん、そのなんていうかな、壁のなさ、山のなさみたいなものは結構やっぱり意図して作ってるとは思うんですよね。うん、それはさっき見た通り先輩だと思ったら先輩じゃなかったってところに本当に端的に現れてると思うんですけど、そうですね、あっち側のなんていうか青い子、なんだったっけな、うん、ハンナさん、 みかんでしたっけ、カンナでしょ、カンナ、カンナ、ごめんなさい、はい、なんでみかんやねん、あのカンナカンナちゃんとかね、うん、うん、あの子もなんかあのワンクールの、うん、まあ、10話ぐらいでなんかもう諦め行動、諦めアクション取るような感じで、うん、あれは こんなところで諦めちゃうんだとか思ったりして、うん、あの諦めちゃうんだっていうか、そういう行動を取ってなんかまとまって結局なんていうか、主人公と一華さんの話になっていくんですけど、うん、うん、あ、なんか、うん、ここなんだっていうふうに、あのここでなんていうか蹴りつけちゃうんだ、うん、最後までなんか持ってかないんだとか、そうね、あの、うん、例えばね、うん、僕結構最初確かにお願いティーチャーで考えてて、うん、でまあ、途中でいつも通りの僕らしくというか、うん、まあ、トゥルーティアーズで考え出したんですけど、うん、そしたらこうやっぱりどっかでシフトする、成長するためにみんながシフトする物語っていう共通点はあると思うんですよ、うん、なんだけど、うん、なんていうんだろう、トゥルティアーズとかの場合って、うん、とりあえずみんなこう断念の涙をガッて流して、うん、私にはこれはできないと
か、ここ届かないってことを気づかされて、うん、打ちのめされて、でもまあ、なんとかしなきゃって言って立ち上がるっていうフェーズを大体のキャラが辿ってるんですよね。うん、どっかに届かないものを知るっていうか、うん、で、同じように泣いたり失恋とかしてんだけど、この辺の物語は全てこう恋愛感情に修練してるじゃないですか。はい、うん、つまり、好きって言えたらそれはもうこの作品における成長なんですよ。うん、大雑把に他に何かをする必要はなくて、うん、自分の思いを打ち明けるっていう行為一つがこの作品の成長のキーなんですよね。うんうん、なるほど、はい、うん、本当に恋愛に特化してる作品だと思うんで、はい、でその最初から分かってる通り、その好きの矢印、まあ、作品の中にもありましたけど、うん、好きの矢印を引いていくと、うん、みんなが一方通行で円環っぽくなる構図なわけですよね。うんうん、でつまりで誰かが動き出してその矢印を是正していくと、まあ、自然とドミノ倒しでみんながそうなっていくみたいな話で、うん、だからそういう意味で言うと最初の好きっていう発言とかって重要だと思って見てたんですけど、うんうん、確か最初に好きっていう子ってあの羅族の子じゃないですか。羅族ですね。しかもなんか結構取り立ててなんか大きな物語の流れにある感じでもないっていうか、はい、もう言うしかないみたいな感じで流れで行ったぐらいの感じになってて、そうですね、でもそこから始まってみんなが好き好き出して、で、あの2人の最後のあの海斗くんと一華さんの告白の時はまあなんか先輩が言おうとしたらこう、うん、そこで僕から言わせてくださいって海斗くんが言って、うん、で海斗くんが先にトロしちゃったから一華さんにその瞬間のその好きっていう成長の機会っていうのかな、うん、スイッチが奪われて、うん、だからそれがきっと最後のこう一緒にいたい、あのずっと一緒にいたいっていう、それまで保留されたっていうのかな、一華さんだけは成長のそのスイッチがね、とかっていう、まあ、綺麗な構図だと思うんですけど、うん、本当にそこが自然に流れてって、さっき言ったラズクさんの告白、あとその、ああ、いや、そこについて言うと、なんていうか、ちょっと僕ってあの、ドミノっていうのは、あのなんていうか、形ができるのはドミノかもしれないんだけど、うん、ちょっと違うところ見てて、うん、何言ってるかっていうと、あの、今言った海斗君と一華さんは、もう、くっつくじゃないですか、はい、そうですね、決定するじゃないですか。ところが残った3人ってどうなってるか分かんないっていうか、どうもなってないんですよね。うん、うん、あのなんかこう行き場なくこうそのなんだろう、この子が好きだって言った宣言した、うん、形のままなんか心が変わってないっていうか、うん、あの、うん、だから羅族の子はあのイケメンが好きで、うんうん、イケメンはカンナが好きで、あでもイケメンは多分ねもう、うん、いやそうだけど、あの、うん、っていう意見があるのも分かるんだけど、ちょっと言いたいところは、うん、なんかあんまり そこで、あのなんていうか、そうしない、はっきり。ああ、分かる気がする。うん、で、カンナは相変わらず海斗君が好きなんですよ。うん、だからそれはさっき僕が言った通りで、うん、自分で言ったけど、その好きって言った瞬間に、もう何かの成長の儀式は終わってるんですよ。そう、あ、まあ、そういうことでもあるんだけど、うん、なんていうのかな、要するにカップル一つ誕生して、うん、あのなんか残された3人は、なんか、残ってるっていうか、悪い意味じゃなくてね、うん、なんかとにかく方向づけがあのついたまんまで、うん、そこにあるみたいな、うん、逆に言うとなんか、うん、この子たちは何か三角関係のパーツとして残ってしまってるっていうか、あの そこら辺ところになんか、うん、そのなんていうか、この作品のあり方みたいなところみたいな気がするんですよ。だから本当にもう繰り返しになっちゃうんだけど、好きって言ったところでもうほぼお互いがその、うん、なんていうの、好きって感情をつけて相手のリアクションを待つみたいな状況って、うん、つまり、まあ、あの作品、つまり、ね、お願いティーチャーでいうところの停滞を超えるみたいな話なんだけど、うん、まあその動き出そうと、結構後半で確かモノログで自分たちも言ってたと思うんですけど、うん、変わろうと思って選択したみたいな話になってるんで、うん、もうそういうベクトルは示しちゃってるんで、あとはもうなるようになるよねぐらいの姿勢になってて、それでいいっていうことかな。あの、うん、多分ね、お願いティーチャーの時だと、もっとなんか明確に受け皿展開みたいになるじゃないですか。そうですね、うん、あっちがなんか飛行機の子とか言って、うんうん、もうこっち、まあまあもうこっちだろうとか、うん、あっち、あの、羅族に符合する子はもう最初から好きな人決まっててっていうような感じで、こうガチッと固まるじゃないですか、はいはい、うん、それこそなんか、うん、あ、このグループみんななんか収まるとこ収まってよかったねみたいな、うん、そういう感じになって、いやなんかね、収まるところに収まるっていう組み合わせを考えようとすると、もう男性と女性の数が揃ってないんで、うん、まあ、そう、いや、あの構造的に そうなりようがなかったところがあるんだけど、うん、まあ、じゃあそうなりようがなかったところ、そうなりようがなかったっていうか、そうするつもりじゃないところへんに意味があるのかなっていう。なんでしたっけ、あの確かね、うん、どっかで見た話なんでソースがないんで申し訳ないんですけど、はい、ひょっとしたら都市伝説的な噂かもしれないですけど、はい、なんか最初はカンナが最終回でどっかで付き合ってる的なオチをつける予定だったんだけど、うん、なんか永井監督がそらいかんだろ的な感じで、うん、ああさすが永井監督だ、
なんかね、こう繊細な思春期感っていうか中二感がありますよね。ね、うん、だってそんな、なんか、あの花の時も同じようなこと言ってたから、なんか時期に別れるよみたいなことを、こう、岡田さんがなんか言ったことに対して、いやいやいや、そんなことないみたいな感じの話してた。それ客が見えてるってことだと思うんですけど、うん、要はそこで館内に唐突にくっつく要因を作ってしまうと、うん、それは館内のや女としての安さにつながってしまうし、うん、だからあれは好きで居続けるって形で、まあ、当然それからの10年の間に何かが起こって、きっといい人ができるといいねとは思ってるんだけど、うん、まあ、それを描かないっていうか、うん、あの作品のは狭くて、さっき LD さんが言った通りコンパクトですごい狭くて、うん、本当僕見てて90分か100分ぐらいの映画で収まりそうだなと思ったんです。収まるじゃないですか、うん、普通に収まると思ってるんですけど、うん、でむしろその方が完成度高いだろうと思ってるんですけど、うん、そうですね、うん、それぐらいプロットがスカスカな作品なんで、うん、だからそこで考えた時にそのカンナに相当するキャラを増やそうともしなかったっていうのかな。例えばお願いティーちゃんに相当した場合って、うん、あのなんか山田先生とかいたじゃないですか、うん、まあ、とにかくいや僕なんか飛行機くんみたいな覚え方してるんですけど、そう飛行機くんでいいんですけど、うんうん、彼みたいな追加を用いないっていうのかな、うん、もうそれ自体がこの先の宣言になってて、宣言なんですかね、うん、いやと思わないことにはそのお願いティーチャーと同じような構図をわざわざ使って、うん、であえてそこからこう物語、あ、いや、うん、いや、宣言なんですかねって僕もそう思ってるからそう言ってるんですけど、だから物語のドラマの目みたいなものをあえて抜いてって、うん、なんか手なりに転がるよねっていう感じ、こう、うん、キャラをこう置いてこう転がすとまあこうなるよねぐらいの感じの妥当性で作ってる作品だと思ったんで、はい、それって僕に対しては僕個人としてはすごく刺激がなくって、うん、100分でいいよねとか思ったりとか、うん、あとあの真ん中あたりの沖縄にいたあたりとかで、うん、みたいな、なんかこう、うん、恋のさやてのためだけにこの2人を用意しちゃうのみたいな、はいはい、それってどうなんとか思ったりしてたか、沖縄行ってるのどうなのって思わなくもないよね、うん、そうそう、いや沖縄行って、うん、それももちろんオネティと重ねたんですよ、うん、オネティも旅行に行った時で起こったこととかであるんで、うんうん、それ自体は構わないですけど、そのお互いの恋心を自覚させてこの物語を転がさせるっていう、いわばその作品における折り返しっていうか、うん、シフトの大切な瞬間を、うん、そのあてうわさんに任せていいのかと、作劇のその質としてね、はい、っていうのはすごく思って、うん、この子たちによって転がされる感情線ってどうなんとかって僕はすごく思っちゃって、安いよとか思うんだけど、うん、まあ、多分でもそれを思考してるんだったらそれがいいんだろうなっていうか、うん、つまり誰かのその内から出る弾き出る情動で起こった物語なんじゃなくて、うん、やっぱりこう恋愛の話だし、そしてそうだし、うん、まあ、なんかこうそれなりのこういう人たちによって集まるパンチューブで開放的でみたいな、うん、それぐらいで起こるんだろうなって思うと納得いった面もありましたね。ただ僕自身はやっぱりその沖縄界を見たときに、うん、ああなるほどって、こうなんかこうこの物語に期待するなんか敷地が見えたとかって言い方すると失礼かもしれないですけど、うん、まあこういうところなんだなっていうか、うんうん、そういうふうに自分の中ではこう組み替えたっていうか、うん、ある程度期待を捨てたって言い方をすると悪い言い方になっちゃうんだけど、そういうものだって期待に変えたっていうのかな、うん、いやとにかくそんななんか嫌いじゃないっていうか、最初の通話とかもうめちゃめちゃ好きなんですけど、あの夏で待ってる、うん、でもね最初の通話からそんなにリビドを感じるなと思ってたんですよね。あ、そうですか。エレザーに結構言わなかったでしたっけ。あんまり、まあ、言ってたかもしれない。やっぱのリビドをそんな感じないなと思ってて、いや、うん、あのなんか最近ちょっと この手のなんか普通ラブコメが気に入ってるのかなんか知らないんですけど、うん、あ来た来たって感じで、あの、うん、すごい楽しかったんですけど、多分僕あのカンナちゃんにもっともっと頑張ってほしかった人だと思う。分かる気がする。まあ、いかにも輝く場所ですからね。あれ、あんまり頑張らないんだって思った時に選考に上がらなくなっちゃったっていうところが、ね、あ、確かに僕らのキャラ、僕とか LD さんの人格からすると、うん、キャラ選考にカンナちゃんは上がるべくして叱る、まあ、上がるべくして叱るのに何かこう1か3とか上げてるこの僕のひねくれ具合というわけじゃないんですけど、いやどうしてもだから物語としての誰かのその大きな決断によって動く物語にそんななってない。確かに一応話としては、うん、あのカンナちゃんが言ってくれたおかげで1か3は告白できたって話になってるんだけど、うんうん、それって遅かれ早かれだよねとかって思ってる自分たちもいて、まあ相場そうなるだろうぐらいな思っちゃってて、まあこの関係性でこの配置ならまあどうせこうなるよねって、うん、実際なんかこう、いや、カンナちゃんがなんか言わなかったら、あの2人がくっつかなかったなんて全然思えないもん。思えないんですよね。だから絶対くっつくもん、うん、僕らなんだろう、うん、ひねくれながらも今フォロー気味に言ってはいますけど、うん、ある種欠点と言ってもいいとは思ってて、うん、ああはいはいはい、うん、なんか物語としての抑圧部分がちょっと足りなくて、うん、足りないっていうか、うん、今言ってるようにもう何があろうと海斗君と一か先輩くっつくだろうと思ってるからこそ、うん、そこを何か崩すものがカンナちゃんに出てくると
めちゃめちゃ喜んだと。そうですね、だから大きく言えば当然物語のエンターテインメント力学として、あと僕らも、ね、その数百とか数千とかの物語を見てて、うん、まあ、そうなることは分かるんだけど、うん、でも揺らしてほしいっていうか、揺れも、揺れも感じなかったっていうのかな、もう震度1ぐらいの感じだったっていうか、いや、特に、うん、言うように、なんていうか、後ろ押さなくても背中押さなくてもこの2人くっつくから、うん、そんなことさせるかいと思っててくれる方が楽しかったんじゃないかな。だから最初に言った通り、間違いなくこの作品にはそういうある種の選択っていうか、あえてそこをなくそうっていう除去の意識を感じたっていうのは正直なとこなんですけど、まあ、最初は本当にね、うん、あのオネティの頃のリビドーがなくなったってだけの判断を僕はしてたんですけど、うん、まあ多分一応選択してそうしたんでしょ、その気持ちいい世界というか流れる世界みたいなもの、うんうんうん、でもで最終的な商用もこう、うん、あそう、あと最後になんかこう映画撮って、うん、そのだから大切なものを記憶に残すんだっていう感じのオチがついたじゃないですか、うんうんうん、で僕それ見て思ったんですけど、うん、これって1話と全く同じこと言ってるよねって思って、うんうんうん、つまりカイト君は成長してないんですよ、大雑把な極端な言い方をすると。なるほど。つまり親が死んだ時点で彼はその記録を残すことの大切さってものにもう目覚めてて、うん、その市川先輩との出会いによって何かが変わったわけじゃないんですよね。つまり残す性分っていうのはもうその時からあるわけじゃないですか。うん、まあ、まあ、とにかく残す性分は最初からあって、最初から最後まで別にある ある話だったとは言えますね。そうですね、うん、だからその結論って1話の最初のモノローグと同じだよね、ある程度ね、うん、同種のもんだよねって思った時に、うん、最初1話、1話だけを見た時ね、正直それを超えてくると思ってたんですよ、僕の勝手な子供の成長文脈によって、うん、記録を残すことは大切だけど、うん、まあ、残んないところにこそ本当のものはあるよねとか、うん、あ、なるほど、言い出すと僕は思ってたんですね、うん、そのテイクとしての最初のモノローグだと思ってたんですけど、うん、最初にそこに着地して、で映像に残って10年後、うん、次の学生たちが見て、で、うん、ハッピーエンドの予感を感じさせて終わって、うんうん、つまりやっぱり記録に残すといいことだねって話になって、それは言ってみれば映像作品そのものの、うん、みたいな自己肯定みたいな作品になってると思うんですけど、はい、なんかいわばニューシネマパラダイスみたいな作品になってると思うんですけど、うんうん、なんか、うん、そうなっちゃうとそうだったねっていうオチしかつかなくて、でもきっとそれを選択してる作品なんでしょうね、本当に、うん、まあ、それを選択してるっていうのが言う通り、さっきなんかカナちゃん頑張ればいいのにって言ったんだけど、多分まあそうじゃないんだっていう、で、うん、これをなんか肯定しようと思うと、なんかこの世代の当事者としてはこんなもんだよって感じになる、うん、そのなんとか地続きな手応えみたいなところがきっと評価できるんですけど、うん、一方で物語としてはどっかでこう外圧がちょっと足りないから、内圧があんまり磨かれないねみたいな、うん、つまり外からぎゅうぎゅうに押し込まれないとうちの密度高まんないよねみたいなところって、まあ多分それは選択してるからしょうがないんだけど、うん、でその多分象徴が沖縄の、うん、分かる分かる。僕はさっき言ったあの3人、あのなんか残された3人何も決着ついてないんだみたいな言い方も今の話につながるところで、圧力がないんですよね。うん、そうですね、うん、もしかしたら変わっていくかもしれないんだけど、とにかく今じゃない、うん、でも大事、うん、あのでも大事な夏だったんだ、そうですね、みたいなそういう感じなんですよね、みたいな、うん、そう、うん、なんかね、でもね、あの勝手にその長い監督分別として考えたときに、うん、あの沖縄の2人の声が井口さんと、うんうん、あの人何でしたっけ、いや出てこない、うん、あの2人だったことはちょっと、はいはい、嬉しかったというか楽しかった的なところありましたよね、うん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 、つまりほらゼノグラシアと主役とあの花の主役なわけじゃないですか、はい、うん、あの2人って、あ、名前出てこないけどね、うん、あ、千野さんでしたっけ、はいはいはい、鹿野さんと井口さんかな、うん、はいはいはい、だと思うんですけど、うん、あの2人っていうそのいわゆる仮面出演じゃないけど、うん、まあその長い作品の重要な作品の主役2人持ってきて、うん、その2人によって物語をポンってゲストキャラによって流すみたいな、うんうんうん、その配役自体ももうちょっと安っぽいって言い方、別に今回悪口のつもりで言ってるつもり全然なくって、うん、面白みの安っぽいって悪口だよ僕は思ってないですよ、だって安いとみんなが買えるじゃないですか、まあね、ああ、はいはい、まあ、いやどうぞ、だからその、うん、気持ちよく面白みの中ですってやる展開です、はいはいはい、多分あの沖縄の女の子たちも組んでて、うん、なんかそう考えてみると確かに僕の好きな物語の何かが起こる瞬間っていうのは特に見出せない作品だったんですけど、うんうんうん、でもなんかそういう主張をしてる作品なんだろうなと思って、まあ、うん、まあなんか、うん、さっき言ったように、うん、あのなんだろう、まあ一華君と海斗君にはすごいことが起きたんだけど、うんうん、他の人たちはちょっと変わるぐらいの出来事しか起きてないんだけど、うんうん、でも大事な夏、うん、あってのがなんか一番合ってる言い方かなっていう気がしますね。そうだ、あのよくこの作品に言われてたのが、うん、なんか一華と海斗君がなんでくっついたのかよくわかんないみたいな、うんうん、
徴があって、でそれに対するカウンターって、まあ恋愛関係ってそんなもんだよみたいなこと言ってて、うん、僕ね、あんまりこの主張って実は好きじゃないんですよ。その、うん、男と女なんだから特に理由がなくたってそれはくっつくよっていう主張。僕も好きじゃない、うん、物語はそうじゃないだろうと思ってるから、うん、いやそうじゃない、僕はねそうじゃないだろうっていうか、うん、そんなの絶対の真実だから言うまでもないだろうって思うっていうか、何、はいはい、て言うんだろう、物語っていうフィールドの中であえてそれを宣言するのってずるいって僕は思うところ。同じ言葉遣いか知らないけど似たような感覚で、とにかくあの誰が誰を好きになるかなんて、うん、あの分かんないって言っちゃったら物語じゃない、物語の意味がなくなっていっちゃうんじゃないかという直感が、その説明を嫌ってるところがあります。はい、そうなんですよ、そう嫌いんですよ、うん、使いたくない、あんまりこう分かっているんだし、うん、そうだと思う面もあるんだけど、うん、でもそれを物語の中において、例えばその女心って気まぐれだからねとかって言っちゃうとか、うん、あとその男と女なんて自然となりゆきでこれぐらいになるよって感覚って、うん、もちろん絶対そうだって思ってるからこそ、うん、あえて本当にやっぱり物語っていうフィールドの中、物語って要は何かを書こうと思う人がいて書いて生まれるものだと思うんで、うん、つまり自動的に生まれることはないものじゃないですか、うん、物語って、うん、絶対に誰かのものを語るっていう意識があって初めて生まれるのが物語じゃないですか、うんうん、そう考えた時にその関係性が自然とこうなるよねっていう主張っていうのは本当にごく稀なカウンターとしてしか機能しないって思ってるところがちょっとあって、うんうん、まあちょっと逆に言えばカウンターとしての存在は否定しないんだけど、うん、だけどやっぱり常時それを主張するのはずるいだろうって思ってるとかちょっとあるかもしれないですね、うん、まあ、ちょっとポジティブなこと言うと、なんか見てて別段ロジックの説明がなくてもいいんだけど、うん、男の子のキャラクターとか見てて、あの要するに理由付けとか説明付けじゃなくてもいいんですけど、そのキャラクターを見てて、あこの子なんか好きになるよねって思わせてくれたらそれで僕は十分だったりするし、分かりました、あの、つまり好きになった瞬間を描く必要はないって感じ。そうで、うん、女の子にしても、あうん、この子こんな風だったら好きになるよねとか、うんうん、そういう風に思わせてくれれば好きになる、あの それで十分なんですよね、うんうん、あのなんか劇的ななんかこうどっかから助けたとか、うんうんうん、なんか そういう、うん、なんあのとある魔術の上条さんみたいな、なんかもう命助けまくりみたいな、うん、そのまあ説得力があっていいんですけど、うん、そうじゃなくても、あなんかうん、なんか この子なんか爽やかでいいじゃん、うん、あの子とかね、あの君に届けのね風早くんとかね、あ風早くん見てると、あもう理由いらねえよと思っちゃうから、風早くんは絶対モテるでしょ、あんなだって真帆ちゃんに対するもういいんですけど、うん、うんうん、いやという具合に、そのなんかもう理由いらねえってわけじゃないけど、うん、説明せんでいいよって思えるぐらいの子は好きだし、やっぱり、うん、で、うん、そうじゃなかったらなんか理由付けがあってほしい、うん、でもね、それに対してのやっぱりさっき言った通り、うん、カウンターとしては認めるってさっき言った通り、うん、つまりそういう存在を自覚して本来はそうであるものが物語なんだけど、うん、そうじゃない時もあるよねっていう主張としての、うん、その自然とそうなるっていうのは結構認める気持ちももちろんあって、なんだろう、あの夏の方で、あのなんとか今言ってるように、カイト君と一華さんがくっつくっていう話が分かんないっていうのも分かるんだけど、なんちゅうのかな、この場合はカイト君がいい男かどうかっていうより、なんかドラマの出来事の流れとして、うん、劇的なことはないんだけど、うん、まあなんかああやってちょっと心配で目ついてったら、うん、流れでそうなった、うん、そうだよねっていうわけじゃないけど、うん、っていうところで僕は納得してますけどね。僕も今そこに本当は持ってきたかったっていうか、うん、つまり物語必然はそんな感じないんだけど、うん、まあ一つ屋根の下で過ごしてって、そう、あいやっていうか、まず心配してるとかが重要だと思うんだけど、うん、命を落としかけてるから、まあ一華先輩としては、つまり海斗君をずっと予後観察みたいなことをしてるわけで、うん、うん、それはねそうやってる間に、うん、なんか変な気持ちにみたいなのは、うん、うん、まあなんかあるよ。だからこの二人を辿ってったら、うん、やっぱり最初の異種遭遇した人がもし鉄郎だったら、じゃあ多分鉄郎と一華くっついたのかみたいなことを考えちゃったりとかして、うんうん、でそこにきっと、そこはきっと多分そのなんでこの二人がくっつくのか分かんない派の人の主なところに集約されるっていうか、うん、まあ本当偶然から始まってる話なんで、うん、でも、まあ、でも、うん、そこなんですよ、ね、そういうも多分選択してるんでしょうねって思って、うんうん、もう肯定的なんですよ、肯定的なんだけど、こうなぜかこう物語好きの観点として喋ると、うん、なんか批判っぽく聞こえるねっていうことは自覚してるんですけど、まあとにかくちょっと作品選考でもサブタイトル選考でも、うん、上がんないんですよっていうところがあります。好きなんですけどねっていう、うん、もう特にどっかを上げる気は全くない ないですよね、うん、そんな今回そういう作品が多かったりするんですけど、ね、ちょっと、うん、次行きましょうっていうか、デジモンクロスフォーズの上げてる時をかける少年ハンター、いや上げてないわけですけど、うん、なんだろう、ペルソナ4とかの話してたじゃない僕ら、うんうんうん、で
もう一つ、なんかフォーゼの話してたじゃないですか。ほうほう。うん、デジモンクロスウォーズも多分それに入るやつなんですよね、多分。ああ、なるほど。あの、うん、何かっていうと、あのデジモンクロスウォーズの前の作品は世界を救う話だったんですよ。世界を救う話で僕すごく重要視してるんですけど、なんだろう、主人公のなんていうか男の子があなたヒーローだからそれができるんですよって言われて、うん、あの、うん、あ、言われて、そうじゃないと、あの、僕がやってることは普通のことなんだみたいなこと、あの、僕が勇者だからできるわけじゃなくて、うん、わけじゃないんだって言おうとしたんだけど何も反論できなかったっていう、うんうん、あの、そういうのが前の最終回なんですよね、うん、世界を救う少年ってのはやっぱり特別なのかっていうことに対して、うん、あの、うん、特別ですとか言って、うん、答えが返せずに、あの、工藤大輝くんっていうんですけど、うん、終わってしまってるんですよね、うん、でその後の話どうし、あの、何をやってるかっていうと、今言ってるのはペルソナとかそこら辺の話に近くって、世界を救う話の後はなんかちょっと少年探偵団みたいに、あの、人間界にやってくるモンスターたちを、なんかデジコーツを持ってる、あの、あ、手に入れたみんなで班として遊んじゃえってわけじゃないけど、班としてって、あの、現実世界でそうやって楽しんでいこうみたいな話なんですよね、うん、だから、最終回直前までなんていうか世界が滅ぶような話が出てこないんですよ、うん、ずっとなんか不思議なデジモンたちとワイワイ楽しくやってるっていうだけの話なんですよね。確かに、あの、最終回直前ってなんか変な、あの、なんたらデジモンがこういきなり殺された時にいきなりシフトした感ありましたよね。そう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 。やっぱハード展開だみたいな話になりましたよね、うん、このデジモン死んじゃったよみたいなね、うん、話になりましたけどね、いきなりね、まあ、ちょっとこの工藤大輝くんってやつが、なんていうんですかね、あの、前作でもスーパーマンだったんですけど、今作では本当にスーパーマンとして扱われてて、まあ、あれですよね、うん、やっぱりさっき言った通り、ペルソナ4っていう言い方をしましたけど、今、LD さんが、うん、もっとたどれば、いわばペルソナ4の原型って、ジョジョの第4部なわけじゃないですか、うん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 、4部のジョータローさんとかにちょっと近いと思うんですけど、はい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 、世界を救った後のキャラがちょっとスーパーサブ的というか、うん、切り札的なキャラとして普通に収まって、特にその格は揺らがないっていうか、うんうん、まあ、いろんな状況とかによってちょっと来るのが遅れるとか、うん、なんかまあそういう、あと、なんかとどめは任せると か、うん、なんかそういう理由でもって、こう、主人公、現主人公に預けはするんだけど、うん、まあ、その子はその子のキャラなりにそういう子に収まってるって意味では、うん、まあ、今回のデジモンの話って、いわば今の LD さんの言い方で言うと、うん、まさにこのデジモンこそが、そのさっき言った前回の最終回の問いかけに対する反論に近いというか、うん、そうっていうかですね、ちょっと象徴的なことがいくつかあって、あの、まあ、言うと、今言ったなんていうか、工藤大輝君ってもう完全になんていうか、スポーツ万能だし、成績は優秀だし、そうですね、うん、なんかもう、本当に完璧人間になってるんですよね。なんかレベルも上がりきっちゃってるしね。そうそう、うん、あ、完走してるんですよ、完走っていうか、うん、もう完全になんかそういう99なんですよね、この人。うん、でやってって、それになんていうか、巻き込まれちゃった、あの、別の主人公が、うん、あの、一緒にあのデジモンハントをやっていくっていうような話になってるんですけれど、うん、まあ、それで本当はサブタイトル選考に入れようかと思ったんだけど、うん、ちょっとなって思ってやめてるんですけど、一つ反論、確かに この作品ってさっき言った大輝さんが英雄だからやれたんじゃないかっていう話に対して少しだけ反論してるんですよ。でその話だけはしときたいんですよね、うんうん、何言ってるかっていうと、これ最終回直前で、あの、デジモンシリーズのヒーローたちがみんな集まるんですよ、うん、あの、なんかもう初代の声とか聞いてて、ちょっと辛そうとか思いながら言ってましたけど、まあ、はい、そうなんだけど、あの、とにかく集まってくるんですよね、あの、みんなで、あの、あれですよ、ディケードみたいに、うん、あの、集まってきて、それでなんていうか、あの、最後の決戦をやろうとするんですよね。だから当然それはなんか、あの、デジモンクロスウォーズの世界の代表者は大輝さんなんですよ、うんうん、英雄大輝さんなんで、世界を救った人ってこの人しかいないから、デジモンクロスウォーズの中では、うんうん、でその人たちは要するに何ていうか、世界を救った英雄たちの集まりとして戦うんですけど、もう一人代表者を選ぶっていうんですよね、うん、展開として、うん、で代表者を選ぶ戦いをやらせるわけですよ。で、うん、それまでデジ、あの、モンスターのハントをやらせていた主人公と、それからもう一人ライバルキャラみたいなやつがいるんですよね、うん、あんまり出番なくったから、なんかやっぱり打ち切りなのかなとか思ってるんですけど、うん、あの、とにかくライバルキャラみたいなやつがいるわけですよ、うんうん、でその二人が決勝で戦って勝った方が、うん、そのなんていうか世界を救う、うん、その戦闘の一番の中心人物になれますと、うんうん、いう展開が最終回直前の展開なんですよね、うんうんうん、
で、それでどうなったかっていうと、うん、ライバルの方が勝っちゃうんですよね。うんうん、で、主人公負けちゃうんですよ。うん、で、うん、あ、負けたけど、しょうがないとか言って、うんうん、ライバルの子に、なんていうか、あの、ライバルの子に頑張ってくれよとか言って握手するんですよね。うんうんうん、で、あ、それ見たときは、あ、これ、うん、大輝さん英雄だから、やれるんだって話の答えじゃないかと思ったんですよね。うん、うん、なんていうのかな、うん、そういう決勝で負けちゃうんだけど、うん、決勝で負けちゃうんだけど、でもやったよねっていうか、うんうん、そういうことを言いたくて、多分デジモンクロスオーズそこで負けてると思うんですよ、やっぱり。うんうん、それがなんか、まあ、答えの一つ、うん、あのデジモンクロスウォーズの前の世界を救う大輝さんに対する問いかけの答えの一つだとは思ったわけですよ。で、まあ、そうは言いながらっていうか、そう思ってたら、そのライバルキャラが実は裏切り者でとか言って、うん、あのなんか裏切っちゃうんで、うん、あの、まあ、主人公 に自分が出ることにはなる、ね、主人公の出番が回ってきちゃうんですけど、うん、あ、僕はそれはしょうがないっていうか、うんうん、まあそこはそうだよねっていうところがあって、ただそういう展開をやったっていうこと自体に、なんていうか、僕は意味があるかなっていうのと、もう一つは大輝さんが最後に言うんですけど、みんながあのやっぱりなんか、あのデジモンクロスウォーズの話は選ばれたパーティーじゃなくて、名前も知らないようなやつまでデジハン、あのモンスターハントしてたわけですよ、言うと。うん、だから、それらの、あの、それらが集まって今回の戦いに勝つことができたんだと。だからみんなでやったんだよっていうことを大輝さんが、なんか、大輝さん、あの、やっぱり勇気くんにあれ言われて、ちょっとなんかいろいろつらかったんじゃないかと思うんだけど、いや、なんかね、これってデジモンに限らない話だと思うんですけど、うん、ちょっとキッズアニメのシリーズものの、いわばこう、命題的なところってありますよね、うん、これ、それそうだと思いますよ。パテスティとかも結構近い数字をたどってると思ってて、はい、なんていうんだろうな、つまり物語がインフレしてった先にどうするかっていう局面って、やっぱ来てますよね。はい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 、つまりインフレして世界を救うところまで直結させてた後に、うん、じゃあでもその人たちだけのものになっちゃうのっていう感じが出てきちゃって、はいはい、昔は確かにその勇者なりきり的な楽しみ方もあるんだけど、うん、でもこうなりきりっていうよりカードゲームは自分たちで遊んでなんだし、うん、カードゲームとかね、あとは玩具もんってね、うんうん、そう考えた時にやっぱりじゃあどこに戻すっていうところを考えた時に、やっぱりこの今回のクロスウォーズの選択もあったし、うん、あとバトスピの覇王でしたっけ、そうですね、うん、覇王も選択もあると思いますよね。覇王も似てるんだけど、うん、あ、似てるっていうか、帰り方は同じなんですけど、うん、あっち側はなんていうか、主人公の、あの馬神、うん、馬神ダン君が出てこないから、うんうん、物語を変えたんだねみたいな。そう、だから物語を変えたことによって緩やかに宣言してるっていうか、うん、大きくその外から眺めたときに、うん、あ、そういう風に揺り戻しが起こってるんだねってことが分かるようになってる、うん、覇王、あの、はい、あのバトスピヒーローズはそういう感じになってるんですよね、うん、で今回はキャラ引きずってるせいで、うん、なんていうか結構直にこう、うん、受けてる、そのそうそう、モルに見えてるんですよ、うん、だからなんか、あの大輝くんが みんなのおかげだよとかいうところを見ると、うん、あ、なんかちょっと辛かったんだなって、やっぱなんかみん、いや、辛かったっていうか、やっぱり、うんね、あなたスーパーマンだって言われちゃ辛いよね、なきゃいかんっていうね、うんうん、そこありますよね、本当選ばれし者の物語にしちゃうと、その瞬間狭まっていくのってどうしてもあって、うん、そのなんていうか、スケールインフレのカタルシスと逆に狭まっちゃう問題っていうのは、どう本当処理するかっていう命題、多分ずっとついて回ると思うんですけど、そうですね、うん、そこが答えの一つ、ね、面白い。いやー、でも大輝君って本当にヒーローだったからね、なんていうか、口癖がほっとけないよっていうのが口癖なんですけど、うん、ほっとけないよ一つでみんな作ってっちゃいますからね。だから本当さっき僕、うん、あのジョジョのジョータロー4部のね、森王朝編のジョータローって言いましたけど、うん、ジョジョってせめてスタンドが うん、それぞれの一芸要素があって、うん、自分の一芸があれば他を寄せるっていうような象徴としてスタンドってあるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、その側面があるからなんとかなってるんだけど、うん、とは言ってもやっぱり4部に限ればそれがあの、うん、ジョリーンのね、ストーンオーシャンとかになると結構ジョータローってやられちゃうんだけど、そうですね、それが結構4部だとまだそこが持っちゃってて、うん、つまり確かに強いやつは強いし、それなりの強さあるんだけど、やっぱりジョータローの絶対性って結構キープ、ある程度もまだされてる。大きいですよ。大きいっていうか、まあ、なんていうか、徐々に引っ掛けた話をすると、あの、なんていうか、ザ・ワールドって、結局ああやってスタンドっていうのを考えたときに、荒木博子先生が、じゃあ最強のスタンド能力って何って言ったときに、
第3部で出した一応の結論ですからね。最初に出したオチですもんね、うん、だから後の最強説ってみんなその変装系なんですよね、うん、そうそうそう、時を遡るとか、うん、時を飛ばすとか、 なんかそういう系になって、そう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 、うん、っていう結局そのなんていうか時間を操るって言ってるんですよね、結局のところは時間を操るやつが最強っていうか、うん、そういう結論を出した上で第3部戦って、じゃあそいつにどうやって勝つんだっていうことをやって勝ったんだけど、結論はやっぱり突き止めないとなんともならんわっていう、うん、同じ能力上でやんないと勝てませんみたいな話になっちゃったわけじゃないですか。時を止める世界に入ってこれるんだ、時を止められるものだけだみたいな感じになっちゃったんですからね、うん、あのつまり ある意味ではなんか出し抜けませんっていう、うん、話になってるし、うん、ルイさんとかではよく言うけど、第3部のディオってもう油断しまくりっていうか、うん、うん、だって仕留めようと思ったらいつでも仕留めれるからね、あれまあ楽しかったんでしょうね、久しぶりにジョースターに戦えてね、うんうん、でそれ考えというところまで含めて本当に最強だったから、うん、その能力を引き継いだまま第4部やるっていうのは、うん、ちょっときついものがありはしたんですよね、やっぱり、うん、だからまあ時間短くしたりしてちょっとこう緩めたりして、結構あれってジョジョ愛読者としては、何肉体衰えちゃったらそんなダメになるのとか、なんかもうちょっと鍛錬してずっと時と止め続けてたら結構キープできたんじゃないのとか、まあ、いろんなツッコミをしちゃったりもするんだけど、そうですね、でもなんかその最強性みたいなものはある程度担保しながら、うんうん、その中でこう物語を編んでいくときに、やっぱりこの大輝さんのキャラも、うん、大輝さんのキャラの場合は特にそのスタンドと違って、うん、本当にこの作品って人格がすごいんですよ、なんだ大の大冒険書いてる三条陸先生が書いてるんで、うんうん、大とかももうバリバリに勇者じゃないですか。あ、なんかオールウェイズアバン先生みたいな感じ。そうそうそう、うん、で この子もやっぱりすごい勇者なんですよやっぱり、うん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 、やっぱり明らかに勇者だろうと思うから、うんうん、でもなんか大輝さんのメッセージとしては、大輝主人公大輝さんのメッセージとしては、僕は普通の男の子だよって言いたいらしいんだけど、うん、うん、いや普通じゃない。いや、ここってね、今言った通り、その大の大冒険、つまりアバン先生の文脈とかで考えたときって、うん、要はその先達のポジションなわけじゃないですか、大機関って、はい。で、先達って、どうしても成長の文脈の中では超えていかなきゃいけないっていうか、はい、それがいなくなったときどうするかっていうのかな、うんうん、そういう側面って、やっぱり物語のずっと描いてきたものとしてあると思ってて、はい、それはまあ人間の命が短くて継承していくから、当然そうなると思うんですけど、はい、そうな割に、やっぱりここではしごを外せないっていう、稼ぎって、稼っていうのかな、まあそういう物語ができたときに、うん、そういうときにこの全主人公がどうなるかっていう答えとしては、うん、まあ、こういうふうに永遠に最強なんだみたいな、そうですね、うん、そこが超えられなくていいんだみたいな、みんなで超えればいいんだみたいな感じになるっていうか、みんなだからできるんだってところに戻すっていうのかね。そうですね。うん、だから、うん、まあちょっと、バトスピの方は本当にちょっと経路変えましょうねみたいな感じだったんですけど、デジモンクロスウォーズ、少年ハンターデジモンクロスウォーズの方に関して言えば、大輝さんのそのなんかちょっと大輝さんの命題はなんとか答えなきゃみたいな感じで話をしていたんで、そこがちょっと言っておきたかった、先行には入れてないんですけ ど、 なるほど、ね、なんで入れてないかっていうと、さっき言ったようになんか決勝で勝ってしまうライバルキャラが裏切ったっていうのは、うん、わかるんだけど、もうちょっと何かもうちょっとメッセージに何か色つけてくれたらあげてたんですけど、ね、どうでしょうね、例えばそこでもう一回再戦したりしたら、うん、タイマンでってなるとそういう描きになるのかな、その時は負けたけれどもみたいな、うーん、まあ単純に言えば裏切らなくてもよかったかなっていう気がしてて、うん、裏切らずにやってって、でも力尽きちゃったら、うん、だって結局なんかこの主人公って最後の切り札ダメにしちゃうんだけど、うん、でも勝つじゃない、うんうん、なら、うん、なんか、あ、でもダメか、それでも難しい、それだとやっぱその主人公が特別って話になっちゃうから、そうですね、難しいしね、ヒーローのロジックって、うん、やっぱり、うん、一回負ける必要あるんでしょうね、うん、難しいと思う、うん、ま、負ける必要はあるんだけど、なんか、うん、そこでなんか決勝で勝ったあの男の子が裏切らずにそのままやってって、ダメで後を引き継ぐとか、まあ、いろんなパターンあったと思うんだけど、うんうん、そんなとこが良かったのかなってことをちょっと喋る程度でとどめておきたいですね、うんうん、ちょっと1時間経とうとしてるんですけど、うんうん、男子高校生の日常は面白かった、よし、とりあえずそれでいい、それからいや、まあ後でなんかちょろちょろって言いましょう、これ本当は上げたいぐらいなんですよね、作品選考に。あ、まあ最終回とか良かったですよね、うん、ギルティークラウン、さっき言った、うん、
プリティリズムオーロラドリームも良かったっていうか、サブタイトルで一応なんか最終回前ぐらいのやつを上げています、うん、灼眼のシャドウファイラーの実はちょっといろいろ言いたい。ほう。あ、これサブタイトル先行で喋りますわ。はは、うん、ゼロの使い魔、もうなんか見事なぐらいゼロの使い魔でしたね。だからシャナとかゼロに関するそのなんかよくわかんない、あ、でもシャナはなんか言いたいことあるんでしたっけ、うん、シャナはちょっとサブタイトルでちょろっとだけ言いますわ。あの候補入れてるし、うんうん、ゼロの使い魔は入れてないんで言うんですけど、もう速攻で決まりましたね。なんか結婚まで行っちゃいましたよ最初から、うん、なんかやっぱりゼロの使い魔とか僕はシャナもある程度揃えてるとこあるかもしれないんですけど、うん、まあ本当けじめみたいな作品になってて、うん、なんかもう特にそれに対して何かを言うのもやぼやねぐらいの感じっていうかいやーそうっすね。でもなんだろう、さっきのあの夏で待ってるじゃないけど、うんうん、あ、いやというかある意味ですごく納得してるんですけど、だからあの夏で待ってるとかっていうかゼロの使いまで言うならば、うんうん、もうその敵中突破とかあと戦闘機突破とかやってる時点で、うん、もう彼らの物語ってある種終わってるっていうか、そうっすね、あとはなるようになる流れに入ってるんで、うん、なるようになったねって話でしかないっていうか、いや本当に本当にっていうか、うん、あのすごく納得してるのと、うん、納得する気持ちと、うん、なんかちょっとこうぐじぐじしてる気持ちが半々でまあだからもう一回アニメ化するんだったら、うん、なんかそれ用のもう回離婚しないとね、うん、そう僕は思うんだけどまあやっぱりだからそれは最初言った通りもう見てる相手がうちに向けてのけじめでしかないっていうか、まあ、まあ完全にそうですよね。いやうん、うん、なんだろう、あのいやまあ要するに担当職人に言うと、うん、サイト君がルイズ好きだとか言って、うん、結婚しようって言った瞬間、うん、みんな祝福するんだなと思ってて、うん、あのあな何のつっかえもないんだみんなって、あの、うん、あのなんか王女様も、うん、タバさんも、うん、なんかシエスタも、うん、あれ何にも使えないんだとか、やっぱりね、うん、こうハーレムの中のこう会で甘んじられる人っていうのは、うん、それぐらいの情念しかないっていうことが逆説的に描かれてますよね、うん、あれはね、うん、で、うん、あれうん、いや昔からシエスタなんかちょっとおかしいだろうと思ってたんですけど、うん、あ、やっぱりそうなんだっていう。シエスタどころか、なんか、アンリエッタ姫とかもおかしいんだっていうか、うん。いや、もうおかしかったけど、あの人。っていう、その、なんかこう、うん、でも、そういう話だったよねって思うと。いや、だから物語疑惑っていうか、本当にその、書き回し役に収まるレベルって、やっぱりそのレベルなんですよね。そうですね。なんか、あの、ある意味では、ある意味っていうか、ちょっと、ハーレム系の話として、うん、なんていうか初期の頃に構築されたハーレム系の世界のなんていうか力学、うん、そのままがそのままのエンディングになってるねっていう、うん、そのなんていうか納得度みたいなところは大きい、うんうん、っていう感じですかね、ゼロの使い魔の最終回って。まあね、なんかこう、うん、やっぱりだからハーレムってそういうもんかもねって本当は思うっていうか、つまりハーレムっていう方って並列ヒロインってことになってて、そうですね、みんな同じくらいのヒロインがいるっていうのが理想系であるんだけど、うん、まあ、よくよく考えてみたらハーレムのほとんどってもう1位になる素質がないキャラっていうか、うん、ないキャラがほとんどで構成されてるものが多いんですよね、はい、極論すれば確かに全員が1位になるぐらい魅力的っていうのがハーレム並列ヒロインの究極の一つだと思うんですけど、うん、そうはなんないことが多いっていうか、まあそうですね、でそうなっちゃうとまあそれこれぐらいで落ち着くっていうか、そうですね、それはやっぱ見せられる。だから最近なんかあのトラブルダークネスとかってあるじゃないですか、はいはいはい、トラブルダークネスとかってちょっとその辺資産になってるっていうか、うん、こうやっぱり下位のヒロインたちがなんとか上に行こうと思ったら、うん、こう主人公に本当の鬼畜ハーレムになってもらって全員を1位とか全員を均等化にして女として扱ってもらうしかないみたいなところになっちゃう、はいはいはい、あのモモの動きとかって結構分かりやすいなと思うんですけど、トラブルザークネスはちょっとその意味では注目してるところはあるんですけど、そうですね、うん、まあちょっとハーレムヒロインの回の逆襲みたいな話ですからね、うん、ちょっと言うと何だろう、あルイさんの話でそのハーレムの話してて、前にちょっとね、あの魔法先生ネギマが終わった時に、あの僕あの本当はもっとみっちり記事で書きたいんだけど書けてないんですけど、ネギマってなんか決着つけずに終わったじゃないですか、誰かって、はい、そうですね、一の子が誰かって、でそれってあのこれまではなんていうか序列の臨界でにとをいかに突破するかってことで、うん、ヒロインがやってきたんだけど、ネギマが見せてくれた世界っていうのは並列の臨界を、うん、っていうか並列の臨界が突破できませんでしたって話なんだっていう話を僕はしていて、うんうん、それってすごいことだよねとか言ってチラチラと記事に書いてるんですけど、う
ある意味であんまり何のことみたいなこと思われてるかなと思いながら喋ってるんですよね。そうね、突破できないのがすごいってどういうことみたいな、うん、どういうことっていう感じで思われるだろうなと思いながらも喋ってるわけですよ、うん、でちょっと立ち返るんだけど、ゼロの、あの、うん、まあ、それでゼロの使い魔っていうのはなんかちょっと良くないのかもしれないですけど、ゼロの使い魔だとなんていうか、ネギマのあのヒロインの精度のところまではなんか上がってってないわけですよ。タバサとか、タバサにしてもシエスタにしても、うん、アニエタ姫がちょっと面白いぐらいなんですけど、うん、面白い代わりになんかちょっとおかしいよねとか思っちゃうようなキャラになってるわけじゃないですか、うん、あの、でそういう状態だとなんかサイト君が、うん、ルイズが一番いいよとか言うと、うん、そうねそうねって言って、みんなおめでとうって言って、結婚みたいな話。ああ、そうか、そういうことね。ああ、うん、今、わかりました、わかりました。ネギマの方で何が言いたかったか。ああ、ルイさんも伝わってなかったんだね。うん、うん、そうそうそう。つまり、そうね、そこで反逆して、こう、そうはさせるかっていうふうに持ってきたこと自体が、もう、うん、作品とっていうか、ヒロインたちの勝ちみたいな話をしてるわけですよね。そうそうそう。うん、いや、つまり、ね、あの、並列の壁に当たるのってちょっと難しいんですよ。うん、序列突破より、あの、序列突破は、純粋に、なんていうか、あの、序列が上のヒロインより魅力的であれば突破できる可能性はもう時代的にあるわけですよ、うん、ないかもしれないけど、とにかく僕はあると思ってると、うんうん、ところが、あの、並列の壁は作ること自体がまず難しいっていうのは、何でかっていうと、全員すごく魅力、あの、なんていうか、すごい精度を持って高い位置で魅力的でなきゃいけないから、魅力的っていうか十分なドラマを持ってないといけないから、でネギマ君の方はなんか、うん、もう持っちゃってるから、ある程度、うん、でその中でもやっぱりシサミ強いだろうと思うけど、強いだろうと思うけど、そこを突破には至れなかったっていう壁が見えるんですよね、やっぱり僕としては。なるほどね、うん、いや、なんかこう、ここでネギマの例えを出したのは手が悪かったなってことは分かりましたよ。そうですえ、なんでなんで、うん、え、そっちに話が脱線していくからね。あ、そういうことね、うん、そうね、だからでも、うん、ゼロの使い魔に関しては、まあ、そういう力学っていうか、うん、やっぱりタイトルがそもそもゼロの使い魔なわけで、うん、それは魔法先生ネギマのタイトルとは違うっていうか、まあまあまあ、もうゼロの使い魔っていうタイトル自体がいわばそのファムハタールの話っていうか、その、そうですね、運命の人との話なんで。でも運命の人なんかエルフのこと分けてたりしたよ。うん。うん、だからハーレム傾向ではあるわけだよ。だからハーレムはその小説としての続ける力学っていうか、まあそうですね、そう、力学として追加されていくし、どんどん新ヒロインも出てくるんですけど、うん、まあ落ち着くべくはここだよねって言えば、うるせえやつらとそんなに差はないっていうか、うんうん、まあ要は当たりに向けられてるのが好意か何かぐらいの差でしかないっていうか、うん、あの、言うとそうなんですけどね、80年代ぐらいのラブコメだったら多分こう言われれば、鹿島みゆきのごとく、うん、うん、言われた瞬間納得するっていう現象が起こるんだけど、うん、だからきっとそういうことなんでしょうね。まあそういうことなんでしょう、うん、だからゼロの使い魔とか、あとさっき僕が個人的にシャナも含めちゃうんですけど、うん、の2つにはもうなんか作品としての任務っていうか、その、うん、みたいなものはなくって、うん、もう本当にけじめっていうか、けじめをつけることに意味があるとね、流しというか、はい、あとは例えば放浪とか功労賞みたいなもんなのかな、うん、色でもいいのかもしれないですけど、うん、みたいなものとして作られてて、うん、だから僕はもう特に何も勇気起きないっていうか、うん、よかったねっていうか、そこまで作られるような幸せな出会いでよかったねぐらいの話になるっていうのかな、うん、だから2010年代にこの2012年、うん、このシャナとかゼロマとか終わらされても、うん、まあ、ちょっと 2,3 年遅れのその2000年代のね、うん、闘技だったんだねぐらいの話しか思わないっていうか、うん、そうですね、そういう作品としてのまあ綺麗さというか、それを徹底したというのかな、変に欲張ってこう、うん、新しいことやるでもなく、うん、まあとまんまの状態で走り切ったっていうことに対しての称賛っていうか、うん、そうだよねっていう納得感はすごくありますけどね、うん、そうですね、それに対して今さらこうタバサたちがふんぬんっていうのはまあ分かってたみたいな、うん、そうだよねとしか思ってますけど、うんうん、そうですね、まあ、むしろ出来上がったものを見たらそうだったって言ってもいいかもしれないですけどね、うん、でもこの時期にこんなものをもう一回アニメ化するって言ったら何するのって思ったら、まあ、何もしないが正解なんじゃないかっていうか、まあそうですね、うん、そうは思ったかもしれないですね、はい、そんな感じで、まあ、新テニスの王子様はすごく面白かったんですけど、まあちょっと上げるのやめましたまあでもテニスの王子様はもう作ったもん勝ち状態ですよね。いや、あの、言うとめちゃくちゃ面白かったですよ、うん、弾10個打ってたりとか、うん、もうなんかあれで図が見えたっていうか、う
うん、そのうち20個ぐらい打ち始めるだろうなとか、うん、そういうわけじゃないけど、なんか玉打ちのインフレ、分かりやすいと思ってて、うん、すごいことが目に見えて分かるから素晴らしいなと思ってるんですけど、うん、でもあれの あれを極めていくと20個テニスとか30個テニスとか、うん、わけのわからない領域に行っちゃうだろうな、でもそこには行かないのかなとか、いろんなこと考えながら楽しんでましたけどね、うんうん、いやテニスの王子様はそんな感じ。ブレイブ10、うんうん、これもかなり楽しかったんですけど、そうですね、意外に大好きでしたね。そうですね、やっぱりこう真田重雄氏の話でなんだけど、うん、キャラ立ちがいいっていうか、そうですね、キャラ立ちがいいにがすごく大きいですね、やっぱり、うんうん、なんかね、やっぱり結構難しいんですよね、つまりワンクールでオリジナルで組んで、確かにその真田重雄氏っていう情報はしくあるんだけど、でも頼ってないっていうか、まあ本当に、まあ、確かに頼る面としてはキャラがバラバラっていう、つまり重雄者もともとそのキャラ付けがバラバラっていう面があって、うん、だから生かしようあるんだけど、うん、全部やっぱりオリジナルで構築してて、まあ、アナスタシアとかいるしね、うん、だからアナスタシアが面白かったねとかね、うん、だからそう考えた時にね、なんだろう、こう結構難しいことやってる作品だなって思いましたよ。つまりワンクールの中で最初にアンギアモノをやってて、旅物の中でその主人公の樹蔵くんと、うん、あ、斎蔵くん、あの、半蔵、うん、どちら、え、あと霧隠れ斎蔵、うん、そうですね、斎蔵、斎蔵と、まあ、あっちのね、うん、イサナミ、はいはいはい、の関係性をまず最初に描いて、でその後にキャラ全員重雄氏側立ててって、うん、でその後にそれに対する存在というか敵存在ガッて立てて、うん、でやられてやり返すみたいな構成で、うん、まあ言ってみれば本当劇場版ドラゴンボールみたいな構成だと思うんですけど、そうですね、うん、もうそれがシンプルにバチって決まってて、うん、ああ、なかなかここまでキャラ立てできないね。特に最後に出した、うん、あの、重雄氏の一番最後の海賊の人とかいたじゃないですか。はいはいはい、いますね。海賊でもキャラ立ってんだから十分だよなっていうか、海賊側のアナスタシアに対してこう、ね、アナスタシアっていう結構あの作品の中で重要に育ててたキャラに対比してというか、うん、彼女と戦って、うん、キャラ負けしないというか、彼なりのキャラを出せてる時点で、うん、もうそれはなんか、そうですね、描くというか、描写として勝ってるよなっていう感じがしましたけどね。うん、実はぶっちゃけ言うと、うん、真田重雄氏ってなんかいろいろ被ってるキャラとか多くて、うんうんうん、実は言うほど経ってないっていうか、まあ、ちょっとその、古来のオリジナルの、なんか、オリジナルディスしていいのかって気持ちはあるけど、なるほど、確かに、クーニーってやつとかはちょっと例外な感じですもんね。だって、まあ、だって三好正解って、正解入道とか、伊佐入道ってやつがいるんですけど、どっちも怪力自慢だったはずなんで、怪力自慢2人かよとか、うん、そんななんか、ゆりかまのすけって何やってるって言って、みんななんか、鎖鎌の達人みたいな話になってるけど、そうだったっけっていうようなところあったり、うん、なんか、微妙になんか、うん、10人もいると、そんなになんか、こう、いろいろ、やっぱり霧隠れ斎蔵と猿飛びさすけあたりが、印象に残らないみたいな話になっちゃってて、うん。でところあるのに対して、あれはちゃんこういろあの手この手で、うん、ゆりかまのすけは実はなんか女の子だったんだ、女なんだ、男に見えたけど女なんだとか、うん、うん、穴山小助は穴山小助じゃなくてアナスタシアなんだって金髪赤眼の美女だったんですね、うん、みたいな話だったんですか、ね、うん、っていうノリはなんか楽しかったですよね。つまりあれだけを取るといわばその戦国バサラ的ではあるんだけど、うん、やっぱ単純比較しても戦国バサラより面白いと思ってて、うんうん、面白いというかキャラ立ちがいいと思ってて、うん、なんだろうな、例えば戦国バサラも本田忠勝とかをモビルスーツにしたとことかあって、うんうんうん、あれはすごくいいアイデアだなと思ったんですけど、はいはい、逆に言えばそれぐらいしか印象に残ってないって言い方もできて、うんうん、本田忠勝がね、本田もになってるのは面白かったんだけど、うん、でも全部に適用してるアイデアじゃないなって感じはあったんだけど、うん、なんか重雄氏結構バリバリに全員に頑張ってそのキャラ適用みたいなのをしてて、ああ、それは言えてるかもしれないですね。いや、それってちょっと逆説っていうか、どっちがどっちっていうのがあると思っていて、戦国バサラはなんか武田信玄と上杉謙信と織田信長はまあ大体こんな感じだよねっていうところで収めた上で、真田幸村と伊達政宗が面白ければまあ OK じゃないっていうところはあると思うんですよね。そうですね。で実際伊達政宗と真田幸村は相当面白いじゃないですか。うん、バーリーを始めるぜとか言って、うん、どうしたんだこの人って思うから。そうだから、まあ、序列ノルマが低かったって言い方できます。まあ、そうですね。その二人さえ立てちゃえば勝ちみたいな、うん、あとはもう流れてくる存在だからぐらいな感じがあって、はい、重雄氏って10人同時立てしなきゃいけなくて、はい、それが結構成功するのって、何気に脚本的に難しいことやってるよねっていうことだと思いますね。うん、思いますよね。言えますね。うん、なんかその、
今言った戦国バサラのその伊達政宗と真田幸村って、うん、なんかスタッフに言わせると、つまりスト2の竜と剣を作り勝ったらしいんですけど、ああ、うん、うん、言えてる。なんかそうよねって話になるわけじゃないですか、うん、納得って話になってくるわけですけど、うん、でも真田幸村と、うん、なんていうか、だから、伊達政宗が面白いのは、面白かったから良かったと思ってますよ。で、あの作品は、片栗小十郎とかいるじゃないですか、まあ普通じゃないですか、言うと。普通ですね。うん、でもそうなんだよねっていうことなんでしょ、うん、真田十一世の方は10人全部なんとかっていうような話でやっていくわけですけど、うんうん、あっち側はまあ片倉小次郎はまあなんか普通の人でいいよねっていうとか、そういうとね、あと、まあ、シンプルに言えば、うん、どっちも女性向けっていうふうに大雑把にねくくったとして、うん、バサラの方がかっこいい男感みたいなものは狭いと思うんですよ、うん、なるほど。でブレイブテンの方がこう魅力的な男のバリエーションが多くだと思うんですね。バサラという意味ではブレイブテンの方がバサラっぽかったかもしれない、ね、そうですね。だからその、うん、幅の広さ、つまり海賊のやつはすごいなんか、うん、女抱きまくりな感じがするし、うん、で統治法使ってるギョイとか言ってるやつとかはなんかこう、はいね、そういう面白みがあるキャラになってるし、はいはい、あとなんか任務にとても忠実な男がいて、はいはい、とか言って顧問の方がいてとかね、はいはい、なんかそういう風にキャラごとの色分けが、うん、一つのカラーじゃないっていうか、うん、どうしてもバサラはね、ああいう痛快アクションっていう、アクションっていう側面がやっぱり強いから、うん、そこに持ってく面があって、だからきっと武将っていうとか被ると思うんだけど、うん、ブレブテンの魅力の出し方って本当会話劇とかで出した魅力なんで、うん、よくもまあこの話数の中でそういう綺麗なキャラ立てを見せてもらったな。だからある意味キャラ立てアニメとして単純に言えば、うん、結構今期の中でも上位ぐらいな感じで、ああ良かったと思ってますよ、うん、でもなんか入れてないですけどねなんかまあ大きな物語としての魅力はない。ただほらキャラ選考で、ね、キャラ選考でアナスタシアかゆりかまのすけぐらい入れとくべきなのかなと思ったんですけど、ああどうなんですかね。どっちかというと真田幸村の方が僕は好きかもしれないかな。ゆりかまのすけ結構好きでしたよ僕。ゆりかまのすけはめちゃめちゃ好きですよ。だから例えば彼が幻影にかかる回とかも超面白かったです。ああもうあそこら辺とかいいですし、そのなんだろう、うん、まあゆりかまのすけは面白いやつでしたよ。うん、でもなんか本当に男なの本当に女なのって結構思いましたからね、うん、そうは言ってもいやいやみたいなこと思いながら見てましたけど、うん、いやしかも妄想の世界が黒執事かよとか思いましたけど、うんうん、いいもんとして機能しながら割と血みどろな人みたいなうん、うん、そんな感じのところがだから結構でキャラがどうしても育っていってで、重有詩みんな好きだから、うん、好きだからっていうかその作品として大事にしなきゃいけないから、うん、重有詩は殺せない的な縛りとかいろいろあると思うんですよ、うん、でそういう縛りがある中でつまりこの10人は死なないって最初から思いながら見る面ってあるわけじゃないですか、はい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 、でそう見ていくとどうしてもそこに戦国っぽさみたいなものって薄れちゃうっていうのかな、はいはいはい、っていう欠点とかって常時あったと思うんですけど、うん、案外その縛りがあるなりにきっちり戦国っぽくなってたって言い方すればいいのかな、はいはいはい、つまり結構相手の太ももとか刺すときに豪快に刺してるっていうか、はい、結構刺すときのためらいがないじゃないですか、うん、あと腕切ったりとかするときに、うんまあ、たまたまそれが後まで引かなくはなってるんだけど、うん、結構相手を刺すときにためらいがなくって、でそれが多分凝縮されてるのが最後の敵を殺すときの結構、うん、ざっくり殺すときの殺し方だと思うんですけど、うん、あそこで容赦なく殺してることによって結構とんでもなんだけど、やっぱりそこに戦国っぽさっていうのが出てるっていうのかな。なるほど、うん、そこは良かったですね。あそんな感じですかね、うん、ブレブテンが面白かったですよ。だからね、さっきも言った10人キャラ立てば立つほど、うん、その10人を束ねる雪村さんってすごいんだろうなっていう感じで、うん、なんかこう漫然と雪村のキャラ格が上がっていくようなところも好みでしたけどね。なるほどなるほど、うん、まあちょっと次はパパの言うことを聞きなさいなんですけど、うん、これも結構僕は良かったなと思ってるんですけど、僕何気に作品選考候補に挙げてます、いてもいいよぐらいの感じで書いてました。あ、うん、なんか見てたら気に入りましたね。そうね、あのね、うん、僕とか LB さんより僕の方から、僕なんかも本当、まあ、LB さん分かると思うけどパパ聞きなんか絶対嫌いじゃないですか、うん、うん、僕の好みとして、ね、ルイさん的にね、うん、うん、そのなんていうの、安直な糸が透けてる感じっていうのかな、うん、うん、分かるでしょ、なんか分かりますよ、こういう狙いがあってこういう風に置いちゃってるのね、ずるいずるいみたいな感じっていうか、うんうん、結構裏から見ちゃう方だから、そうですね、うんうん、そうなんだけど、なんかフィルムかなりがっつり真面目に作ってて、うん、そうか、そこまでこうハウス名作劇場のようにやろうというのは、あ、近い言い方かもしれない、なんか割と手が硬かったですよ、手が硬かったですね、うん、割とっていうかかなりね、うん、はい、なんかその
まあ最初に言われたみたいにそんなうまくいくかよっていう話もあったんだけど、うんうん、それも最終回あたりで散々突っ込み返しましたからね、うん、うん、そうですね、最終回あたりでやっぱり無理だったでしょうとかいう話するし、うん、そこも良かった、そこも最後の一手として良かったし、途中の話としても、あ、なんか なんだろう、もうちょっとなんかこう、なんていうか、イチャイチャするような感じの話になるのかなと思ったんだけど、そうでもないし、そうなんですよね、なんか、かなり倫理観がしっかりした作品になってて、うん、つまり、うん、この作品の構造っていうか、発案みたいなのを考えたときには、多分、うん、あの前期、昔、ラジオをちょっとやれてたんでやったときに、僕、結構しつこく言ったと思うんですけど、はい、うん、もう本当、透け出てるんですよ、その男として、うん、その同性ものっていうか、一つ屋根の下ものがあったとして、そうですね、でも、その、みんなが来るパターンじゃなくて、パパっていう名目のもとに、つまり、相手の飯を、飯と場所を握ってやってるんだからぐらいの感じで、うん、つまりラッキースケベあり放題みたいなね、うん、そういう状況とかって生み出してみたら結構小ずるい構造だろうって僕は最初思ってたんで、うん、でもちろんその女たちもよりどり緑の3バリエーション、年齢違い、小学生、中学生、高校生であって、うんうん、どうなんこのわざとらしいのって思ってたんですけど、うん、なんか結構その犠牲としてこの主人公バイトし放題で、あんまりラッキースケベの環境すらないっていうか、そうそう、ずっと割とずっと仕事に追われてましたよねって話になってて、そうなんですよね、この人、うん、つまりあんまりゆっくりして、つまりそこが結構ポイントだと思ってて、うん、つまり忙しいって言ってる割にそんなに忙しそうじゃないじゃんって作品って結構いっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、すごい切羽詰まってるはずなのに切羽詰まってないよね感っていうか、はいはいはい、それってこの作品にもあることあるっていうか、本当に切羽詰まってんだったら池袋なんかみんなで行けないよねって、はいはいはい、なんか金かかるから一人で行けよねとかいろいろ思ったりするんだけど、はいはい、なんかでもそういう細かいところはさておき、全体の匂いとしてやっぱりそういう無理してる人の生き方みたいなのになってるところ、はい、あの言う通りです、あのなんだろう、うん、なんだかんだ言って暇だよねっていうこと可能なんですけど、うん、割と働いてるよねと思ったのが事実なんですよ。まあ、働いてるっていうか、それでファミレスっていうのは選択としてどうなのって思ってますんだけど、割と苦しそうだよねって思ったのも事実で、それは成功ですよねって思ってて、うんうんうん、あ、苦しそうだって思ったんですよね、うんうん、もちろんだから言う人によってこんなん全然楽じゃん、もっと厳しいはずだよって言えるんだけど、うんうんうん、あ、でも、うん、苦しそうじゃん、十分生活なんか、だからもちろんある程度カリカチュアっていうか、うん、なんて言うんだろうな、ちょっとこうファンタジーの中でオブラートに包んでるところとかあるんだけど、うん、住んでるなりにちゃんとそういうベクトルは見えたっていうのか、うん、そうね、あの女の子たちにしてもなんか普通のなんか展開とかそうじゃなくて、あのなんだろう、おじさんっていうか、まあおじさんですよね、うん、おじさんを気にしながら生活してるから、うん、通学とかもちょっと辛いよとかやるじゃないですか。やりましたね、なんか途中で、うん、そういうの大きい、満員電車の中で靴踏まれて汚れちゃったとかね、うん、そういうの大きいっていうか、うん、なんかあの毎回の展開が割とそういう話が混じるから、うん、ああ、うん、きついわって、あの、なんだろう、緩いながらもきついっていう。そうなんですね。つまり、完全に萌え発想だし、うん、で、ラノベっていろんな手を変え、品を変え、そういう萌えをなんとかして、その、設定とかに溶け込ませて作ろうっていうことを思っやってる作品が多いから、うん、もちろん、あざといラインの作品だし、うん、僕があんまり好きじゃないラインなんのはずなんだけど、うんうん、結構やっぱりそこ川崎監督の手腕なのかだろうと思うんですけど、はい、やっぱり作品をさっき言ったハウス名作劇場系というか、うん、つまり小工場みたいなのを、本当にそこまでかっていうとなんかちょっとあれなんだけど、言いたいことは分かる。もちろん元にあるのがそういうデザインとかもあるし、はい、音もあるからそれは違うんだけど、はい、でも少なくともそういう側面をなんていうかなかったことにはしないようにしようっていう面が一応あって、はい、それが例えばその服を変えるためには実家に戻って服取ってこなきゃ服変えられないとか、うん、そうそうそう、あとなんかトイレするときに音聞こえるから窓の外出されるとか、うん、そういう狭い長屋物として結構逃しちゃいけないポイントを結構しっかり抑えてて、うん、つまり狭い中で暮らすことの辛さとかもね、うん、辛さに本当に明確に辛さにはなってないんで、それは可愛い子たちだしね、うん、だけどやっぱりそういう方向がつながるようにはなってってるんですよね、うん、それがいい。だからそれをもし描く犠牲にして、うん、そっちを描くよりもそのラッキースケベとかを重視して描くとかってやり方あると思うんですけど、っていうかどっちかというとそれを覚悟してたんですけど、うん、なんか見ていくと結構なんか細腕繁盛期っていうか、うん、なんかこうパパ頑張るみたいな人本当になってて、まあ、いい具合に苦労してるところが見て取れたって、うん、っていうのと、まあよくよく考えると、うん、この状況でラッキースケベって本当になんか見てらんないっていうか、うん
こちらの気持ちがすさんでくるかもしれないっていうぐらい、うん、うん、だって閉鎖されてるからねっていう、うんうん、って思っちゃうと、そうなんですよね、うん、ここでなんかいい目に遭うと、いい目に遭うと、そらなみたいな、そら家主だしな、けみたいな感じっていうか、いや、けっていうか、なんかもっと僕、すごく暗い気分になってしまうぐらいなんで。どういうこと、うん、いや、どういうことってわけでもないけど、なんか、うん、ここで ラッキースケベがどうたらとか言ってる話をしたら、うん、非常になんか気持ちが暗くなっていくっていうか、いや、主人公の方はあの大学生のあっち側の堀江さんの方が、うん、うん、いい。あ、そう、それも良かったですね。つまり、その、うん、なんかね、僕、そこちょっと分かんないんだけど、うん、つまり、なんていうのかな、うん、ね、どっちだったかな、ジャンプスクエアの方かな、ジャンプスクエアかスクエア、ヤングジャンプじゃないですか。いや、いろんなとこで多メディア展開してるんでしょ、はい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 、うん、その中でスクエア HQ のやつかなんか一番正当のパパッキーの漫画版だと思うんですけど、うん、はいはいはい、ヤングジャンプのやつはなんか本当それこそその大学生のあの堀井さんのキャラを中心としたちょっとそうですよね、うん、かなりエロいですよね、あっちは、うん、まあ今のあの温度に近いのはスクエア HQ のやつの方だと思うんですけど、はい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 、それがなんか最終回と同じような展開があったんですね、その、うん、お遊戯会みたいなやつ、はいはいはい、展開があった時になんかちょっと答えが違ってて、うん、そのお姉さんとか旦那さんの服を持ってって、うんうん、それをなんかあのパパとあとあの長女とかが、うん、その格好をして男さんお母さんをやって、うん、それで満足するんですよ、はい、でその後にあの大学生の堀江さんのキャラ本当になんてキャラでしたっけ、ライカさん、まあ、いますよね、うん、ライカさん、ライカさんが、うん、なんか遅れたって言ってやってくるんですよ、終わった後に、はいはいはい、間に合わなかったって言ってやってくるんですよね、はいはいはい、その温度って確かにこの三姉妹との絆を強め、そっちを重視した場合そういう風になるかなって思うんですけど、うん、でもアニメの方って、うん、ライカさんに対してつまり奥さんになってくださいって言って、うん、結構がっつりとその母のポジションを任せたわけじゃないですか、 そうですね、うん、そこがいいっていうか、そこに変な、なんていうか、そこに倫理観の変な欲がないところがいいっていうか、うん、そこはそうだよねっていう納得のもとにもうライカさんにお母さんを任せちゃうっていうか、うん、多少ちょっと長女さんがちょっと、うんって思うんだけど、うん、思うだけでそれ以上はしょうがないっていうか。いや、うん。いや、だから、なんだろう、長女の、この、なんていうか、話っていうの、あの、なんていうか、気持ちの話、ラブコメの話って、なんか一要素に落としされてて、設定に過ぎなくて、ストーリーじゃないんですよね、うん、どう言えばいいかな、うん、あのその線ないからみたいな感じでやってるんですよね、この少なくともこのワンクールって、うん、だからこれは本当によくも悪くもっていうのかな、うん、例えばもっとヒットとかを考えた時って、うん、もっといびつにした方がもっといびつにした方がいい場合がありますね、僕はなんか暗い暗いって言ってるけど、そんな僕がそう言ってるだけで多分いい場合が多いと思いますよ、そう、うん、例えばあの俺の妹とかもそういう系統に属するかもしれないんですけど、そうですね、俺妹なんかを想像するといいかもしれないですね、そう、うん、もうちょっとやっぱりそこは読者の需要に応えるっていうのかな、うん、結構もう本当にハーレムならハーレムで尽きちゃうとかそういう手もあると思うし、はい、でその方が売れるという気もするし、うん、まあ、そういう選択もあっていいと思うんだけど、少なくともこのパパキキを見ていく上で僕は、うん、そういう案外倫理観が普通なところ、うん、なんかこんな構造でこんな配置で作ってるのに、うん、普通の倫理観で支配されて映像の撮り方も本当に普通になってるところ、うん、作ってて、で普通に苦労していて、で普通になんていうかその苦労の中でいい話があったから、あ、なんかいいじゃんって言ってるんですけど、逆にそれがエッジが効いてたっていうか、うん、つまりここまでね、こんなパパの言うこと聞きなさい小中高、うんうん、みたいな風に僕は思ってたんですけどでなんか、うん、それに良さを感じた、さっきも言った通り小公女みたいなもんだと思っちゃったっていうか、萌えキャラによるね、うん、っていう風に思った時に、うん、すごく納得いったし、でしかもワンクールでちょっとあのなんだろう、結構ね批判として、うん、そのなんだろう、もっと先まで描くべきみたいな意見が確かあったんですよ、あ、そうですか、うん、つまりこれって原作だと1巻か2巻までだかの1巻だか2巻だか程度の内容で、うん、もっと先があるんだから、うん、そっちを描いた方がいいんじゃないっていうか、ちょっと不正義みたいな指摘が確かあったと思うんですね、はいはいはい、僕が今のこのパパキに関する感触と知らせてもらうならこれで全然よくって、うん、もうだって夏休みの間のあとね、さっきあの世界名作劇場ものって言いましたけど、うん、あのセブンデイズウォーズだとも思ってて、うん、
僕らの7日間戦争ってあったじゃないですか。ああ、分かる分かる。分かる、うん、分かんないけど、まあちょっと続けてください、どうぞ、うん。それってやっぱりこの夏休みって間だからこそ持つ、この主人公の啓太君の、ちょっとギリギリのブリッジみたいなものをまあやってて、うん、最終的に大人の力っていうか、まあどうしようもない、是非もない部分が出てきて、うん、それある種屈して、で、ある種受け入れて、で、ある種そこに助け舟が出されてみたいな話なんだけど、うん、その一つの美しさを考えたときに、うん、夏休みまで頑張ってって持たなかったけど、授業始まっちゃったねとかって、うんうんうん、いいなって、あ、うん、これぐらいの距離感っていいよねってすごく思ってますよね。ね、なんだろう、あ、セブンデイズオンにちょっと絡めて言うと、なんていうのかな、僕、パパキキに関しては、なんかどっかでセブン、ああそもそも僕、セブンデイズオンは、ねえよっていうところ、思ってるところがあって、うん、いや、うん、ねえよっていうか、なんていうんですかね、児童文学としてのファンタジーであるよねっていう感覚でいるわけですよ、うん、セブンデイズオンは。うん、そうですね。でパパキキの方はなんかそこら辺の気持ちで納得することになるのかなって思ってたんですけど、うん、セブンデイズフォーよりまああるんじゃないっていうか、あ、なるほどね、うん、ぐらいのところに落ち着いてるから気に入ってるところがありますね。あ、僕は結構同じぐらいのアルドなんですけど、うん、それ多分7日間戦争の捉え方の違いの話だと思うんですけど、そうですね、今の違いは多分7日間戦争の方の違いだと思う、うん、とはいえやっぱり一つの象徴として、うん、この夏場を支えてってで結構ワンクールってそれなりの時間の長さじゃないですか、うんうん、でまあそこまで無理してやってって、うん、無理してやってったから無理が出るよねっていう当然の帰結が最後に残ってて、そうそう、うん、それってやっぱり話数を使ったからこその価値っていうか、もちろんこれを例えば最初の3話とか4話とか、まあ遅くても6話とかにまとめて、こう、ここでもう一度家に戻るまでの顛末でしたって組むのが、うん、まあ、ある種一つのトレンドというか、うん、ラノベのアニメ化するときの一つのやり方として結構もう定型になってきてると思うんですよ。そうですね。つまり3話なり、前エレツさんって話しましたよね。なんかラノベって大体3話とか4話で1巻が終わって、うん、はい、結論出るよね、1巻がほとんどそのラノベのやりたいことやっちゃってるから、うん、ほぼそこで話終わるよねっていう側面って結構あって、うんうん、それが結構その後の没入の難しさとかにつながったりもすることって多いんですけど、はい、なんか執筆部とかね、いろいろあるんですけど、うん、でなんかこう、この作りをやられちゃうと、本当に夏頑張ってたけど、ちょっとやっぱり頑張りきれませんでしたっていうのが最後の方に表出してくるのって、うん、辛さっていうか、ストレスは確かにそれに特有のがあるんだけど、気持ちいいストレスっていうか、うん、物語としてのこうありうべきストレスみたいなものを感じさせてくれたから、うん、かなり、うん、地味に、すごく地味にというか、うん、かなり好きだったですね。だから僕、地味に作品候補にも上げてもいいよぐらいの姿勢になっちゃった、うん、感じになってるってことですね。いや、僕も、なんだろう、よかった、上げてはいないんですけど、よかったじゃんって思ってます。うんうん、そんなにね、本当、LD さんなんか本当わかると思うけど、僕が好きになる要素がないような作品ですけどね。僕が言ったらもう大激怒、もうこの3人のヒロインなんてもう、足ざまって言い続けて、ボンぐらいの作品なんで。なんでそこまで言わなくていいのに。まあいや、うん、まあでもまあそういうことだよね、うん、ルイさんは、うん、そう。そういうキャラとして僕は存在するんだけど、うん、いや、よかったですね、これは、すごく。だから、川崎監督の良くも悪くも常識的というか、うん、その、一つの、描きたいものに対して、うん、なんていうのかな、サービス精神がないって言い方をするとすごい失礼な言い方になるかもしれないんだけど、うん、それを徹底することを第一に置くっていう感じの作りがよく出てた作品だと思いますね、うん、今期川崎監督シャイニングハーツっていう、うん、まあ、なかなか2話とかものすごい回だったんですけど、うんうん、なんかそういうすごい、うん、可能性を感じるどこですか、うんうん、人だけど、やっぱりパパキキはそう撮ったんだなっていうのは、つまりこういう主観として書いたなって、全く違う監督が、例えば後ろ新次監督とか作ったら、うん、全く別のパパキになったと思うんですけど、そうですね、うんうん、これ多分川崎監督の感覚じゃないかなと思うんですけど、そう思うんですよ、ね、シチュエーション聞いてやった時に、うん、こうなるだろうみたいな、そういう感覚がありますよね。川崎監督が別に古いとか新しいとかって語ったりとかあんまりしない方がいいと思うんだけど、はい、うん、でもやっぱりそのある種出先さん的というのかな、なんていうんだろう、そのあこの作品を見たら当然こうなるよねっていう倫理観が結構強い感じ、あ、うん、それをそのまんま見せられたなっていう感じ、まあね、だからそのパパ出先さんがパパ聞き作ったらちょっと主人公死ぬんじゃないかとか思うんだけど死にゃしないと思うんですけど、どっかで仕事のしすぎでなんか
あの家出てきたとき、多分何も言わないと思いますね、そいつね。黙って仕事行ってると思いますね。背中見て、ああみたいな感じになってきますけど、うん、そこに朝日がバーンみたいな。そんな感じ、そうそうそう。扉を開くと、なんか、あの朝日がキラ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 ってきて。佐々木っていう作品が、光の描写がいい作品なんですよ。はい、背景技術が地味にいい作品で、うん、まあ、光の扱いがすごいいい作品だなと思ったんですよ。ちょっと待って、まあ、ちょっと脱線しちゃってるんで、ね。まあ、とにかくそういう、一人の監督だからこその尺度っていうのかな、個性、うん、尺度の捉え方によって、佐々木をとにかく、まともなドラマとして作ろうっていうタッチが結構強くて、多分名さんとしてはまともなドラマとして作っても、はい、元々のその配置とかがひたすらにラノベ的だから、うん、まあ黙っててもにじみ出てくるものがあるだろうっていう計算があったと思って、はい、でまあそれはある程度そうだったし実際、うんうん、でまあその程度でしかなかったっていう言い方もできるんだけど、だから変なその弾けた、さっき言ったそのエッジが効きまくったような、うんうん、いびつさはないんだけど、うんうん、でもなんかそこの計算ってわかるなって、だからドラマとして見られたんだろうなと思ってますけどね。まあそうですね。まあそんな感じでパパ聞きっていうか、だいたい雑談スペースでだいたい1時間半ぐらいやってるんですけど、うん、キャラクター選考そんなに時間かかんないかなと思ってて。なるほど。うん、まあそれで行こうかなっていうか、うん、いやついでだからちょっと特別選考だけ話しちゃおうか。ほうほうほう。特別選考で、うん、一応なんかあの男子高校生の日常のエンドカードにしてるんですけど。うんどういうこと？まあ良かったかなっていうか、なんかエンドカード鉄板だったじゃないと思ってんだけど。いやエンドカードってあれってあの DVD とかブルーレイに残るときどうなるんだ？え、ないんじゃない？ないのか。いやあのね、なんかあの、うん、人気作家たちが書くエンドカードとかって、うん、僕はぶっちゃけ本当結構どうでもいいと思ってる方で、あの、うん、僕萌えに対してちょっと淡白なところがあるから、うんうん、なんかその瞬間は部品とか思うんだけど、うん、まあうーんって好きな人がフォルダに保存すればいいんじゃないぐらいしか思ってないんですけど、うんうん、ああいうなんかこう作品としてオチがつくエンドカードとかってちょっと扱いがもったいないですよね。ですね、最初だんだん増えてって、うん、なんかどうなんのって思ったら増えまくったりとか反転したりとか、なんだこれみたいな。いや、なんかこう数が増えてくからつなんか。次6枚だよねと思ってたら、あ、やっぱり6枚だったっていうだけでウケるんですよね。そうね、そう、あれ、あれするんですよね。もうやったもん勝ちっていうか、なんて言うんだろう。6枚だった時に、どうせ6枚だよって感じ、あんまなんないんですよね。そうそう。いや、次6枚だろって思ってたら、いや、やっぱり6枚だって言うと、嬉しいんですよ。嬉しかったです。で、しかもそっちから1個判定したりとかして、うん。こんなね、なんか。なんつうの、それって、大雑把にはすごい手抜きっていうか、うん、手抜きだけど、手抜きだけど、今、ルイさんが言ったみたいな、こう、なんか、エンドカードが良ければ全てよしみたいな、うん、そんなアニメ界に、こう、物申すような。そうそうそう、それ、ほとんど妄想なんですけどね。でもなんか、勝手にそう思わせた気がちっていうのかな。うん、つまり、ほんとさっき言った通り、いろんな先生たちが横の人脈とかを使って、はい、でも同じ詩の、作家さんとか、うん、同じ同人文脈の作家さんとかがどんどん書いてくれて、うんうん、でみんなで今日は誰先生が書いてくれたとか言って喜んでる中で、うん、ひたすらうちにこもってくっていうね、うん、イラスト山内監督やんみたいな感じだって原作者でもないのかいみたいな。あとガンガンコミックなんだからガンガンの作者に書かせればいいだろうとかいろいろみんな思うんだけど、例えばで鋼の人とかに書かせたらもうそれだけで結構武器だぞとか思うんだけど、はい、うん、もう選択肢すらないって言って、ひたすら一人で書いたもの、しかも一人で書くったってもうちょっと他のキャラもいるだろうっていうか、別にヒデノリねえ田中とか誰でもいいだろうとか思うんだけど、うんうん、それすらしないそう、みんな感じがいかんのかとか、うん、毎回違うキャラでいかんのかと思うんだけど、うん、1枚でひたすらそれを増やしてくれて、うん、やっぱりなんていうだろう、それだけを見た瞬間すごく手抜きのメソッドなんだけど、うんうん、なんていうのかな、毎回鉄板だもん。それが勝利で、それが全てですよ。つまり、僕が言いたいのは、その本編を見たときに、うん、そんなに手抜きの跡は見えないんですよ。はい、結構しっかり作ってるし、うん、CM の中とかアバンスらもちゃんと遊んでるわけじゃないですか。うん、つまり、遊んでる中で遊ばないっていうか、1枚で済ませるっていう選択を取ってることによって、うん、それが、なんか、いやおうだってそうなったっていう感じがしないっていうか、うん、もう分かっててやってることが伝わるようなフィルムにちゃんとなってるんですよね。ここって結構本当難しくて、うん、これで中身の出来があれだったら、なんかこう、うん、こねえ、まあ、半減するかもしれないけど、僕はそれでも楽しかったと思うんですけど。でもなんかそこで、ちゃんとがっちりやった後に、最後のあの、スーってこう、風船の空気がシューって抜けていく感じっていうか、うん、あの最後のうちはちょっと、だから、ブルーレイとかでなくなっちゃうのとても悲しい話だと。そうですね、そうですねっていうか、いや、僕は、あの、なんだろう、いや男子高校生の日常が大体そもそも今期すごく良かったんですけど、うん、なんかね、やっぱ男子高校生の日常はね、うん、やっぱり柳内監督のセンスなんでしょうね。やっぱりその、うん、一つ一つのネタって別に絶対面白くない時とかあって、う
でっていう話とかって結構ちょこちょこあるんだけど、はいはいはい、それが全くマイナスのイメージにならない手腕ってすごいなと思って、つまり、うん、なんていうの、これ面白いって言われたときに面白いと感じないと、うん、それって結構え別に面白くなかったよって言いたくなるじゃないですか、はいはい、男子高校生のやり方ってこんなもんだよねって最初に言ってくるっていうか、うん、だからそれに対したらそうだねこんなもんだねとしか言いようがないっていうか、うん、だからもしつまんなかったとしてもそうだよなだって男子高校生の日常だしなって思うっていうか、あ、はいはいはい、受け手側がもうその辺のラインをグッて下げることに成功してて、はあ、これってすごい下手に出た作品としてうまいですよね、はあ、そうかな、うん、いや僕自身はなんか逆ってわけじゃないけどエンドカードで毎回楽しい思いが残ってるから次の回見始めるときはもうエンドカードを思い出してるだけですでに気持ちが温まっててさ何が起こっても楽しいみたいな状態で見てたなんかうんもうなんか要するに最後には必ず笑うなと思ってることが分かってるからその時点でもうなんか今回エンドカード多分6枚だなとか思ってるだけでもうなんか温まってるんですよ気分的にだからもう何が起こってもかなり楽しい状態になってて、ね、うん、いや逆に言うとそれぐらいエンドカードが好きなんですよ、うんうん、であのでもなんかこう、うんうん、そういう時につまんないとか時にただ本当にあの一番面白かったっていうか、うん、なんか、ま、毎回アバンが結構好きだったんですけど、うんうん、アバンでなんかこうタダクニが部屋の中で本読んでて、うん、何もしないで終わったアバンとかあったじゃないですか。あ、そうだったっけな。ちょっとなんかセミとか鳴いててちょっと夕方みたいなところで、うん、ずっとこう横になりながら本ペラーとかめくってて、うん、なんか言うか言うか言うかって思ったらタピー立つたちょっと言わねえよかみたいなその面白さがねちょっと僕の中では全体的なこう男子高校生の面白さ、つまり、うん、やらなかった瞬間に、うん、勝っちゃうんですよね。そのやらないっていうのが欠点にならないっていうか、うんうんうん、そんなもんだよっていうふうになるっていうか、それもまあある種叩くにいじめとかもそうなんですけど、うんうんうん、これってやっぱり同じように存在感薄いキャラだったけど、ゆるゆりのアカリンとかちょっと違ってて、うん、ゆるゆりのアカリンって要は目立たないっていう記号をもらってすごい目立ってたわけじゃないですか。はいはいはい、叩くにの目立たないって若干もうキャラ殺しに近い領域に入ってた。そうですね。まあとにかく、ね、アカリンみたいな逆手まで行ってないですよね。そう、なんていうのかな、あのただ何でした、たかし君でしたっけ、うん、あのただ国と若干キャラかぶりっていうか、うん、ただ国をもうちょっと正当なスポーツマン主人公にした感じっていうか、うん、いるじゃないですか、うん、で彼が途中からどんどんだんだんキャラが立ってきて、うん、確か最初サッカー部かなんかでシュートの時に出てきた人でしたっけ、あの人って、はい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 、なんですけど、なんかだんだん一緒にいることが増えてきて、うん、あれってそこただ国にいるポジションちゃうんかみたいな感じになっててでも全くノンフォローで、で、ただくに最後まで出てこなくて、うん、次回国だけでいきなり現れるみたいな、はいはいはい、なんかあのは、なんか爽快ないじめ感というか、うんうん、ここまでね、いろんな日常系ギャグアニメとかってありましたけど、うん、こんなにまで手のひらで転がされた感のある作品はそんななかったですね。そうですね。だって監督の手腕なんでしょうね。そうですね。なんか何やられても面白かった。あの、うん、よくあの、比喩表現っていうか、ことわざとかで箸が転がるだけで面白いこと。ああ、いや、もうそんな状態になってましたよ。あんな感じですよね。あ、みそくんね。そう、うん、なんか、あの感じに近いですね。つまり一つ一つのネタがどうこうじゃなくて、うん、例えばね、あの、それこそ本当男子高校生の日常ってタイトルだからですけど、うん、日常ってアニメあったじゃないですか。はいはいはい、うん、日常ってアニメ僕ら結構好きな方で、相当好きだし、あれ先行にあげた、先行取ってますよ、作品先行。あ、そうでしたっけ。確か、うん、僕とか LD さんとかは、まあ、日常っていう作品が大好きで、うん、そうですね。でもその中のある種の批判というか嫌いな人たちの言い方として、うん、面白いとか面白かったんだけどつまんないとかすげえつまんなかったっていう、うん、言い方があったわけじゃないですか。で、僕らは結構それに対して結構まあ総合的なパッケージとしてもなんか、うん、その全体がもう面白かったよみたいな話になっちゃってて、はい、あんまりそれを取り合わない感じだったんですけど、はいはい、その辺をもっとロジカルに男子高校生の事情は答えてるっていうか、うん、そうですね、もうどんな一つ一つのネタの精度であんまりもう勝負しないっていうか、うん、だらーっと流れてるだけでもう楽しい方向に入っちゃってるから、そうですね、うん、ああすごかったですね、うん、なかなかこんなもんがワンクール続くと思ってなかったですけどねいやでもなんか、うん、楽しかったし、なんか今新作のアニメであの君と僕の第2期やってるじゃないですか、はいはいはい、なんか不思議とあれエンディング見てると男子高校生の日常のエンディングが聞こえてきちゃうんですけど、まあそれはどうでもいいか、うん、分かんない、俺分かんないです。いやーなんか君と僕のエンディング見てるとラッタッパタリラッタッタとか言って聞こえてくるんですけど君と僕は別の良さがちゃんとありますよ、うん、まあそりゃ そうなんだけど、なんかまあいいや、こんなこと話してもしょうがないや、あ、やっぱりとにかくショートアニメ
が最初こう先行で流されてって、はい、ショートアニメに適してるなと、つまり一つ一つ、もともとが短編漫画だし、うん、ショート漫画を最初5分ぐらいで先行上映してて、うん、この形式でいいじゃんっていうか、これが30分になった時って、果たしてどうなのみたいな感じがあったんですけど、うん、逆に30分ならではの面白いのに明らかになってるっていうか、つまりさっき言った、忠国が最後まで出てこなくて予告でようやく出てくるとかってことも全部含めてなんですけど、うん、そういう30分の中でのためとか、うん、全部描かれてるんで、うん、なるほど、うめえなっていうふうにすげえ思いながら見てましたよね。まあそうですね、あの男子高校生の日常は作品選考に入れてないけど入れてもいいぐらいですね。そうですね、それぐらい好きです。僕もまあこんな題材面白くできるもんだっていうのが、うん、本当シンプルな話ですよ。じゃあちょっと雑談長くなってしまったんですけど、うん、あのそそくさと進めれそうなキャラクター選考その他いきましょうか。おほう、うん、ということで今回キャラクター選考は画面で見るとこんな感じ。ジュエルペットサンシャインとかガンダムエイジのグルーデック選手。LG さんの選考、俺今回全然わかんないですよね。いつももうちょっと、なんか LG さんの選考って、いや、うん。それなりに分かった上で、こう、すり合わせとかをするんだけど、今期のグルーデックさんって出てきて死んだだけじゃねえかとかって思ってる。ちょっと待って、今期だから、一応、なんだろう、第1部のところまでありじゃない？ただ、そういう感じだけど、違ったっけな。一部ラストのあたり、うん。一部ラストと死ぬところですよ。うん、まあそこだけ直列でつながれたら確かにストーリーになってるけど、うん、いや、うん、でもあのなんだろう、あの結構今期って最初に宣言したみたいに、うん、先行で選ぶのってなんかすごい難しいっていうか上がんないんですよ。なるほど、うん、でルイさんが こっち側で、あのキャラだとリリチオアイスクール DD の主人公、うん、相変わらずの P4 主人公って言ってるんですけど、僕もなんか、うん、もう一期鳴上くんにしたいぐらいなんですよ、言うと。ね、っていうか、むしろ、うん、むしろあのあ、それでもいいぐらい、あの第2クールとしても、鳴上くんは最高だったと思ってるけど、うん、うん、あ、最高だったと思ってるけど、ただ単に、なんていうか、前期、鳴上くん選んでるからどうなのってところで、うん、他の人探し始めたら、実はそんなにいない、うん、っていう。あの困ってるところがこのなんか選考 の候補に出てるという。あ、僕は困ってないんだけどね、とりあえず LG さんのやつは全然違うっていうか、うん、1かとか A とかね、うん、なるメインって何かあったみたいな。あ、ただ、うん、ただなんていうか、自信的に言うとなんかジュエルペットサンシャイン の、うん、あの水代かのんちゃんは良かったっていうか、うん、不思議だね。なんか普通にやってるとなんか意地悪キャラのはずなんですけど、うん、そうじゃなくなってるあたりがちょっといろいろ新しかったなと思ってて、っていうかそういう子もう最初から真ん中のヒロインですって言っちゃう。本当だとあの子って多分なんかもうちょっと素直ヒロインがいて、うん、その端っこの方でなんか取り巻き抱えておおほほって言ってる、まあね、メテオさんのポジションですよね。そうそう、メテオさんのポジション、 メテオさんとか、まあ、とにかく取り巻きがいるからちょっと違うけど、うんうん、まあ取り巻きがいて、どれまあいいや、うん、いや、メテオさんじゃ取り巻きはいたじゃねえか的な反応するとこだった、ね、まあいいや。で、あの、いや、そういうなんていうかキャラなんだけど、それをその子を真ん中に持ってきて、でこの子いい子じゃんっていう、うん、やってったあたりがすでに新しいので、この子は割となんていうかジェルベットサンシャイン1年かけてた楽しかったんで、それを上げてしまっているっていうところありますね。なるほど、うん、ちなみにこれ新規絶唱じゃなくて戦期絶唱ですけどね。あ、すいません戦う神ね、うん、うん、失礼。あ、まあちょ、直しておきますけど、うん、ただグルデック船長に関して言うと、うん、第1部の最終回、うん、最終回で、うん、なんていうか、うん、割となんていうかガンダムエイジのそのなんかテーマ体現してる人だなとは思うんですよ。あのガンダムエイジのテーマ体現というか、その、うん、うんと、まあフリット編のね、でフリット編が相変わらず強いのでね、うんうん、ガンダムエイジを語るのって難しいな。あのね、要はその、うん、復讐の世代から次の世代に、最終的にそれが解放されるまでの世代の物語で、うん、まあ最初の世代はその辺がうまくいかない世代なんですけど、うん、まあそのままならなさっていうか、復讐が連鎖したまま終わっちゃうキャラとしての象徴としては存在しましたよね、うん、本当はそこの先に行きたいはずで、うん、で多分アセムはそのステップとして存在してるんだけど、うん、あんまりうまくステップ機能してないんであれなんですけど、アセムはどうも見てると
なんていうか復讐というかの機能を継承するキャラみたいな。いやそれはね難しいんですよ。それはなぜかっていうと、フリットのキャラたちがこの作品唯一っていうぐらいキャラ立ちが強いっていうか、うん、まあキャラ立ちって言っていいのか、つまりフリットさん最強ですね的なキャラ立ちの仕方をしてるんで、うん、つまりフリットさんがもうジジイになっても一戦で活躍することはもう目に見えてる。あ、なんかそんな感じですよね。でも100年って言ってるからフリットさん生きてらんないんじゃないかって気もしない。僕も最初思ってたんだけど、どうもこの100年単位って、うん、なんかその前の世代とかいろいろその後の世代とか組んでるっぽくて、ああそうですか、あんまりこう100実質的な匂いとしては40年期ぐらいの、つまり 半世紀ぐらいの、うん、つまり人生半世紀みたいな感じになってて、はあ、なんかあんまり100年期な感じになってないんですけど、そうですか、うん、だから別になんていうの、バルガスが生きてても驚かないっていうか、うん、まあ死んでるんでしょうけど、さすがに死んでると思うんですけど、うん、まあ、別にバルガス生きてても、まあ、バルガスだって人間じゃないし、うん、ね、バルガスドワーフでしょとかね、うん、ドワーフいや何言ってるんですか、まあ、いや、それで、うん、バルガスはホビットかドワーフだと思ってるんで、うん、まあうんって思うだけなんですけど、はい、とにかくそのフリットさんをパージできない、うん、作品の病理みたいなものがどうしてもあって、うん、そうしたときにどうしてもそのアセムっていうキャラクターの使い道がすごい難しくなるっていうか、そうですね、そう考えた以上難しくなりますよね。あのつまりアセムっていうキャラクターって、うん、例えばアムロって出せるカミーユとかって言われ方もしたんですけど、うん、ちゃうと思うけど、うん、僕もちゃうと思ってますけど、うん、ただやっぱり唯一言えるのはアセムって復讐するものって何もないんですよね。あー、うん、ないないない、なるほど。彼は特に歴史も背負ってないし、誰かを殺されてもいないわけですよ。うん、ウルフさんが死んだけど、最近、まあいいや、うん。うん、そうね、だけど、多分それは作品構成として、それをウルフを殺したから許さねえって話にはなってないと思うんですね。なんだろう、あの、エリンが死んだ、エリンじゃなかったっけ、エリンでよかった、あ、ユリン、ユリン、ユリンが死んだことに対するほどの重さはないだろうね。うんうん、やっぱりその、自分の生き方を見つける話みたいになってて。はい、ちょっと才能を劣る2代目が自分の生き方を見つける話みたいになってて、はい、それってある種閉じた成長の物語っていうのかな。つまり、まあさっきウルフさんが言ってたスーパーパイロットじゃないですけど、うん、まあ僕はこれでいいんだっていうか、この文脈で成功していけばいいんだっていうふうになってるから、これはきっとサーブでも良くてモビルスーツ隊長止まりだなっていうか少なくともフリットの立場を継承するような位置にはいないだろうなってことが容易に想像できる。それはつまりジジイの主張は、ジジイスリット、フリットじいさんの主張は相変わらず作品を支配するっていうことが、うん、もう見えてるからそう思うんでしょうけど、うん、だからアセムの位置ってすごい難しいキャラでしたよね。難しいですね。アセムというキャラとしての成長タウンとしてはあるんだけど、うん、一方でそのガンダムエイジっていう縦軸で見たときに、一人のアセムっていう人間が納得して、うん、自分のその才能のなさっていうか、エクスランダーになれなさとか受け入れて、うん、まあ、いました、うんっていう話で終わるところなんですね。守るために戦う、うまく説明できないけど、うまく説明できないけど、僕はなんていうか、ルイさんが言うほどアセムが苦しいとは思ってないところがありますね。うんうん、あのなんで説明できないかっていうと、ストーリーをなんか全部僕が捏造しなきゃいけなくなってくるんで、なるほど、嫌なんだけど、うん、フリット爺さんがああいう人だから、うんうん、なんていうか、中間のあいつが、もうちょっとなんていうか、あの軽薄ってわけじゃないけど、うん、意志が固くない状態に意味があるかと思っていて、うん、あのでそれってどういうことって言ってると、なんか変な捏造ストーリー話すアメになっちゃうんで、あの説明うまくできないんですけど、あのそういう割と悪くない位置につけるんじゃないかなっていうようなイメージもはありますよ。苦しいって言ってる意味もわかるんだけどね、うんうん、やっぱりだから、だろうな、いやキヨは全然違う考え方するんでしょうとか思ってて、まあいいや、そうね、うん、あのキヨはきっと僕の思うイメージで言うとすごい明るい感じのキャラになって、こういろいろ突破していくと思うんですけど、うん、逆にはそうじゃないと、ね、この作品がきついだろうって思ってますけど、そうですね、うんうん、あれなんかトークバックしてるな、あ、すみません、どうかな、アセムは復讐を継承しないから話の筋としては見えづらいんだけど、うん、やってること自体はつまり守るっていう方向にシフトしてるわけですよ、うん、誰かを復讐、つまりフリットがずっと言ってるってことは、言ってたことはもう二度と失わせないっていう論理っていうのかな、うん、失ったものは取り戻せないんだから、お前らもう全部殲滅だっていう言い方してて、うん、でそれに対してアセムは良くも悪くも失ってないんですよ、まあ、ウルフさんは確かに失ったけどね、うん、ただやっぱり彼女を失ったわけでもないし、うんうん、あ、でも、あ、でも、そこもなんていうか、アセムの分かりづらさとともに重要なところで、うん、今言ったみたいになんか守るって気持ちもあるんですよね、うんうん、ところがなんか
敵のなんていうかシャアみたいになっちゃうやつね。ゼハートね。ゼハートね。うん。本当に名前ですね。ゼハートなんかうん、ぶっ飛ばしてやりてえっていうか、うん、こうぶっ飛ばしてやりてえっていうか、ちょっといろんこう微妙に、うん、あなんか女の子取られちゃったかなみたいな。やっぱ最初感覚で、最初はそういう風に人ばっかり比較して、うん、歪んでてっていうキャラクター付けが一応多分根っこにあって、うん、だけど自分は自分でいいんだってちょっと気づいてて、自分の守れるちっちゃなところから守っていこうって話をしたのが多分アセムの話で、だからアセムは別にモビルスーツ隊長レベルで実行部隊レベルでいいっていうか、それで自分の守れる半径を守っていきゃいい。だから、うん、ブリッドは守るっていう対象っていうよりはもう滅ぼすって方が最初強くなっちゃってたんだけど、うん、そこから守るって方向にちょっとにきっと世代的なね、世代論としてそのディケードガンダム100年期としてはシフトしていて、うん、で多分キヨがその先に行くんじゃないかな。そうなのかな。ちょっとですね、あのアセムっていうかエイジ最新話までちょっとまだ見てないんで、うん、その意味ではちょっと何とも言えないんだけど、うん、僕はなんかあのとと要するにウルフ隊長が死ぬあたりまでしか見てないんだけど、うん、僕はなんかアセムもうちょっとなんていうか明るいところと暗いところを2つ合わせ持っていくような感覚でいくのかなっていう、あ、まあ、感覚で見てはいるんだけど、ね、違うのね、うんうん、違います。そうっすか、うん、じゃあそれだからやっぱりアセムはきっと小解決なんでしょうね、その100年期でいうところのね、ちっちゃなレベルでの解決は見せるんだけど、うん、じゃあ今度はそれを全体的な問題に広げていかなきゃいけないっていう欲目を多分キヨは背負ってると思うんですけどね、アセム結構自分の分で落ち着いちゃったところがあるんで、なるほど、で自分は納得してるんで、そうか、うんうん、まあ、ちょっとあのとりあえずあの見る意味では全部見た上で、うん、また何か出そうと思ってますけど、ルデックさん良かったかな、なんか最後に殺して俺を恨めって言ってるところが好きだったらしい、うん、そうあの敵殺してて、うん、お前も俺みたいに呪われた人生を歩むがいいみたいなこと言って、うん、あの その何ていうか第一部の最終回とそれからアセム編になって出てきたなと思ったらそいつになんかあのスパッと殺されて、うん、でそいつもそいつで利用されてるだけで、うん、っていう何ていうかあたりっていうのかな、その何ていうかな、あのガンダムエイジのなんていうかそういう一番暗いところをあの引き受けて、まあなんていうの、作品のね、うん、その映像の描きの意味としてそれは分かるんだけど、うん、キャラの行動原理としてはちっとも分かんなかったですけどね。あっていうと、あ、なんであそこであんなことをしたんですかね。あ、なんていうか 15話の話、1話の、うん、そうね、うん、いやそれは自分が感じてたからでしょ、そうやって生きてるっていうことに。うん、うん、だから、あ、なんていうのかな、 もっと分かりやすく言うと自分が復讐をやってるってことは理解してやってたわけですよ。もちろんで復讐はなんていうか辛いことだっていうか、ちょっと大雑把に言うけどあんまりなんか大した身になることじゃないことだっていうか、うんうん、自己満足でも最低のうちの自己満足だっていう感覚もすでに分かってたと思うんですよ、グルーデックさんは、うんうんうん、だけどやめれなかった、うんうんっていう、あ、やめれなかった、なんていうかそのなんていうか復讐したいっていう暗い気持ちを止められなかったと、うん、うん、それはなんでかっていうと同じ気持ちをあのああ味合わせてやりたいから相手に、うん、ならそのなんか復讐に取りつかれるっていう暗い気持ちまで引き受けてくれよ、うん、とあのシーンでは言ってると思ってるんですよ。そうね、だからそうシーンが何を言いたいか分かるんですよ、うん、シーンが何を言いたいかは明確に分かる。それはつまり、うん、この作品自体が、うん、いわばさっきも言った通り復讐からだんだんと際立たれていくっていう道筋を持ってる、うん、ラインを持ってる作品だと思ってるから、うんうん、それはそうなんですよね。グルデクさんだからそういう諸世代を継承しているとは思うんだけど、うん、まあでもそれって別になんかフリットとデシルでもほとんどやっちゃってるようなもんだよねとか思ったりもして、うん、なんていうのかな、まあ、とあのそういう意味で言うと、なんていうか、グルデックさんがそういうことをやってるってこと自体には意味があるっていうか、うん、まあ一つはこの人、なんていうか、表向きでは英雄としているわけですよね、存在してるわけですよね。うん、そこら辺なんか、ガンダムエイジの話とかでいろいろしていきたいとは思ってるんだけど、言うと、なんかあんまりなんか整合性がある人じゃないんですよね、なんか、本当に独断専行でやってって、それがうまくいきましたっていう人で、そうね、しかも、それがなんていうか、ここら辺がガンダムエイジの批判にもなってるんじゃないかと思うんですけど、ある種、なんかこう、段ボール戦記的お気楽さというわけじゃないんだけど、うん、グルーデックさんの、なんていうか、こんな反乱が、
みんなやろうぜみたいな話になるとはちょっと思えないところは確かにあるんですよ、うんうん、とは思ってるんですけど、ただやりたいことっていうのはなんていうか、本当はなんていうか、あの危機が今迫ってる危機がそこにあって、うん、で誰かが立ち上がらなきゃいけない、うんうん、その立ち上がった人がこの館長だった、だからみんなついてったと、うん、ついてってみんななんていうか、そういうなんていうか連邦の命令にも従わずに正義をなすんだっていうヒーローストーリーにグルーデックさんがみんなを みんなを乗せたんですよね、うん、あの理想系のグルーデックさんを言うと乗せてったわけですよ。でみんなヒーローストーリーに寄って行ったんだけど、行った先では この人はやっぱり明らかに復讐者だった、うんうん、で実は要はなんていうか外見のストーリーだけ見るとなんていうか連邦の命令も顧みずに我が道を行ってなんていうか正義を成したヒーローなんだけど、うんうん、でもそれはなんていうかなんていうか復讐していくっていうか、そういう戦いのそういうなんか繰り返される戦いをのなんていうか加速させてるだけだっていうか、うんうん、そういうものに過ぎないんだよっていう2つの面を表現しなきゃいけなかったキャラクターなんですよね、グルデックさんって。そうね、ノルマが多いキャラでありましたよね、うん、そうで、それ成功かっていうとすごくむ難しいんだけど、うん、なんだろう、もともと難しいっていうか2つ表現しようと思うとなんかちょっとおかしい感じになると思うんですよね、うんうん、本当はもうちょっとグルーデックさんってかっこよくて、うん、なんていうかヒーローだって思える人になれたら成功なんですけど、うん、そう思えるなんていうか この人かっこいいと思ってたら最後にそういうセリフを割くっていうのは多分成功なんですよ。そうなんですよね、つまりかっこよさが前提にあって、うん、すごい人なんだっていう前提が出来上がった後に、うん、でも所詮復讐者なんだっていうことだったら、っていう描きでやってって、うん、なんだろう、死ぬと多分グルデックさんのジョブが完了するんですよね、うんうんうん、でそれが本当に果たしたかっていうのは難しいんだけど、うん、僕なんかこのある種の中途半端さ含めて、うん、人間のなんか中途半端さが出てるなって、偶然にもですよ、うん、偶然にも人間の中途半端さみたいなのが出てるなっていうようなところを感じたりもしていて、その意味で好きだったりするんですよねそのなんか偶然の中途半端さが好きっていうめで方って、さっきも言ったあの夏的なめで方で僕はあんまり乗りたくないめで方ではあるんだけど、それもやっぱりカウンターとしては成立するけど、メインとしてそれは語っちゃいかんだろう的に思っちゃいるんだけど、あの夏のさっき言ったラブコメの誰が好きになると関係ないって話とかけて言ってると思うんだけど、そっち側とはちょっと違ってどうやって作ろうとしてたかっていうのをはっきり見て取れるから、僕はそこはなんていうか許せるっていうか、うん、なんていう別にだってなんか中途半端なキャラクター作ろうとしたわけじゃないわけですよ、うん、本当はもっとなんかエッジの効いた、まあ、ねガンダムエッジをどうして僕こう語ろうとすると毎回きつくなるかっていうと、うん、まあ、LD さんとか話してるとあんまりね分かんなくなるから良くないんですけど、うん、要はね LD さんと話してるとガンダムエッジは普通の作品に見えてくるから良くないんだけど、はいはい、なんていうの、そういう補完ができる人と話すと、うん、ちょっと作品を勘違い見誤りそうになるって僕もちょっと、はいはい、それは言ってることはわかる、うんうん、つまり本当ね、エレさんの言う通りですよ、グルーデックさんってそういうキャラとして配置されてて、うん、つまり、ね、すごい雑なまとめ方をしちゃうと、うん、グルーデックさん復讐者で、うん、結果的に家になってるし、うん、で復讐を連鎖させて、つまり自分の復讐をあえてこう世代として残してた結果、その復讐によって自分も復讐されるっていう、はい、復讐のその 無意さというか、うん、切なさっていうか、そういういろんなものをまあ体現、自分の人生でね、うん、体現させられたキャラでもあるんだけど、うん、まあ、一方でこうグルーデックさんが復讐しなかったらこの物語は始まらなかったっていうキャラとして置きたいはず、うん、でそれはきっとフリットもあるし同種で、うん、フリットもお母さんの復讐ってところからちょっとユリのせいでその辺ぼやけちゃってるんですけどね、うんうん、から始まってるキャラ で、うん、でそこは復讐の世代だから復讐自体が悪いことって言い切れない面って持ってるはずで、うん、そう そこ重要です、うん、そうなんですよ、うんうん、この話って誰もが一様に復讐なんて何も生まないよとか、なんていうか争いなんて何も生まないよっていうふうに、ん、なんていうかその結論っていうの、うん、そういう結論で眺めてしまうと、うん、何にもならなくなるっていう、じゃあ争いしなくていいよね、終了っていうね、うん、だから瞬間的にそれができない人類ってバカだね、おしまいっていう話になるんだけど、うん、そうじゃなくてやっぱりなんか大切な人を奪われたら悔しいじゃん、復讐したいじゃんってところに共感がないと、うん、
はあのなんていうか始まんないっていうか、でもね僕それを勝手に始めてる気もするっていうか、うん、結構本当に服従ダメだよって言われて話が終わっても結構納得しちゃう面があって、うん、この構造をちゃんと見ていくとそういうことなんですよ。つまりね、うん、つまり復讐から始まってる物語なんだから、うん、それがどんなエネルギーの種類であろうとも、そのエネルギー自体は否定できないっていうか、うん、そういう動きすらも人類っていうか、まあ、いろんなものが進んでいくために必要なエネルギーなんだよっていう話なんだけど、うん、この復讐はいけないよっていうことでグルーデクさんを罰して、その復讐者もまた殺されてっていう、うん、その瞬間輪が閉じたわけですよね、うん、その復讐の輪がね。あ、はいはいはい、こういう閉じ方をしている作品が果たしてそういう復讐すらもあってよかったんだっていう結論に達せれるかどうかとかに対して僕はすごい懐疑的な面が、それはちょっと違ってて、うん、ちょっと違ってて、多分復讐は何も生まないって言いたいんですよ、この作品、うん、そうでしょうね、うん、で今ルイさんは そういう争いすらも前進があるって、あの、うん、哲学的に言うと、うん、僕大賛成なんだけど、うん、そもそも僕なんか戦争は何も生まないとか、うん、そういう物言いが嫌いで、うん、何も生まないものなんてあるかと思ってる人だから、うんうんうん、あの今言ったルイさんの意見に何ていうか、うんうんうん、物の世界の眺め方としては賛成するんだけど、うんうんうん、ガンダムエイジという作品は多分、うんうんうん、復讐は何も生まないって言いたいのよ、うんうんうん、言いたいのよ、言いたいにもかかわらず最初の初動では、うん、あっていうか その結論がもう最初から当たり前の前提で論じるまでもない前提として存在するならば、うん、復讐がやめられない人類って愚かだね、終了っていうか、だからなんかちょっと少年が現れて、うん、みんな争わなきゃいいのにって少年が一言言えば、うん、世界がきっとすぐそのロジックが0秒で分かる正しさなんだから、うん、0秒で世界は変わらないとおかしいのに、うん、変えられないっていうのは人間愚かだねっていう、うん、そういう話になるわけですよね、うんうん、でも多分あのすごいベースの部分ではガンダムエイジの作り手っていうのはそのベースを持ってると思ってるんですよ、うん、だけどじゃあなんで終わらないのって話をしてった時に、なんでじゃあそれができないのって話をしてった時に、そのベースのもとに、でも悪いことかもしれないけど、あの悪いことかもしれないけど、人間ってやっぱりあのなんていうか近いしいものとかそういうのを殺されたら悔しいじゃんと、うん、それがなんか連鎖だと分かっててもやめられないじゃんと、だからだよっていう話を始めるためにグルーデックさんなりフリットなりを出してるわけですよね。うんうん、だけどベースはあの何も生まないっていうはずなんですよ、ガンダムエイジ見てると。そうですね、うん、でだからこそ何もなあのグルーデックさんとかを本当になんか復讐することの正当性みたいのを本当になんていうか正当的に書くことに抵抗があるんですよ、ガンダムエイジって、うんうんうん、あのなんだろう、他のなんかマカロニウエスタンとか、うん、そこら辺の復讐譚かっこいいみたいな映画もあるじゃないですか、うんうんうん、こうなんていうかあの妻を殺されていいように殺されて、まあ、北斗の拳とかもそうですよね、うんうん、あの罪もない人を殺されてその怒りが許せないと、だからこいつを殴り殺しにしてやるんだと、気持ちいいっていう作品があるじゃないですか、うん、それはなんていうか復讐することはかっこいいっていう描きをするわけですよね、言うと、うん、で僕はそういうエンターテインメントもあるし、さっきの哲学で言ったようにそれだって全身を生むものだと思うわけですよ、僕は大きな目で見ればですよ、うん、でもガンダムエイジはそういうメッセージは送りたいと思ってないから、だからあのグルーデック船長に関しても艦長に関してもブレーキがかかる、フリットに関してもブレーキがかかるんですよ、かっこいいと言い切りたくないでもある程度かっこいいっていうか、あの彼らの気持ちを納得してある程度感動すらしてもらえないと、あの本当のこの初動の復讐の始まりを納得してもらえない、うんうん、っていうジレンマのもとにガンダムエイジは作られてるはず、は僕が見た限りですよ、うん、はずなんで、そこら辺が何かうじうじっとしちゃってて、でルイさんが、それをなんか何もしないままに、あの無処置のままに出して、これが人間だからって言ってたら、さっきルイさんが話したラブコメで誰が好きになるとか分かんないよねみたいな話になるんですけど、まあそれに関して僕が言ってることはそうじゃなくて、いろんなことを詰め合わせてって言って、ここはこうしよう、あのなんていうか放り出すんじゃなくて、ここはこうしなきゃ、あそこはしなきゃってロジックの中で設計してったら、あのなんだろう、復讐はダメだけど、復讐はダメなんだけど、なんで人間復讐が終われないんだろうっていうのをもっと分かりやすく描こうとしてったら、結果として分かりづらくなってた、うん、でその分かりづらさっていうのは人間っぽさだったっていうのはちょっと面白いよねって思ってるっていう。なるほどね、分かったつまり分かった分かった、そのグルーデックさんっていう人の面白がり方は分かりましたね、うん、あそうね、つまり、うん、
作品評価とイコールしちゃいかんのね。僕はどうしてもそれが本当にジレンマだと気づいてるのとかっていうふうに思っちゃうんだけど、うん、気づいてれば気づいてまいが、そのキャラクターの間の左にそれが生まれてればもう楽しいよねって話をしてるんですよね。それならばグルベクさん面白いですね、確かにね。なんかこう、まあ、位置はね、設計位置はすごく明確なキャラですよね。要はフリットも復讐から始まってるんだけど、その復讐が大きな物語を動かすところになかなかリンクが難しいと、うん、じゃあそれをちょっと連結してくれてブーストしてくれるキャラが必要なんですよね。そうそうそう、だからある種フリットの復讐団の拡大キャラというか、拡大キャラですね。そしてグルデクさんっているんですよね。ちょっと繰り返し整理して言うと、復讐は何も生まないとか、なんていうか、そういう話がしたいはずなんですよ、ガンダムエイジって、うん、でもじゃあなんで人間ってそれがやめられないのっていう時に、うん、うん、なんだろう、それを見た人、やめられないことを納得してる、うん、納得しうるものを構築しないとダメなんですけど、うん、やめられないことに納得してしまったら、なんていうか、復讐は何も生まないっていう、うん、ロジックが崩壊するんですよ。なるほど、うん、でそれって困りますよね。メッセージが復讐が何も生まないにしたいんだから。うん、で、うん、で今、ルイさんの意見聞くと、僕ルイさんも別に産むんだからいいじゃんっていうか、その産まないものなんてあるかと思ってれば、そこら辺は楽なんですけど、気持ち的に。うん、でも産まないんだっていうメッセージ、まあ、特に子供向きとしてですよ。子供になんかそんな話するのはあんまり良くないと僕は思ってるんだけど、うん、というメッセージとしても、うん、なんていうか、産まないって話に落ち着けようと思うと、まあなんか、もう完全に二律背反ですよね。うん、っていう状況がガンダムエイジで起こってるよねっていうふうには思ってますね。そうね、そうね、それを果たしてどこまでコントローラブルかっていうのはまた別の、コントロールできてないと思ってるよ、そら。そうだ、僕もそう思ってるから、どうしてもあれになっちゃうんだけど、確かにキャラクター自体が内包する、うん。なんですか、ポテンシャルというか、結果として生まれちゃうその、矛盾感というか、そこは確かに、復讐はいけないことなんだけど、やめられないっていうロジックを分かりやすく描こうとしてるんだけど、結果として分かりづらくなってると。でもその分かりづらさって、なんか人間だよねって思ったらっていうだけですね。なるほどね。要はね、僕、このロジックのその成功例というか、うんうん、それこそほら、ガンダム00の刹那さんってかなりここをロジカルに突き詰めた感じのキャラクターになってるじゃないですか。ああ、すごいとこついてきたけど、すごいね。うん。なるほど。それあ、いやいや、刹那さんはうまいよね。うん、そう。刹那さんのうまさみたいなものを比較して語っちゃうと、うん、どうしてもそういう話になっちゃうんだけど、うん、今まさに言った、うまくないからこそ出てる、そのいびつっていうか、うん、その揺れが怖いところも含めて、うん、なるほどっていうふうには思いますね、確かに。うん、でグルーデックさんって確かに最終的にその自分が作った復讐の輪の中で囚われて殺されちゃってるわけで、うん、そうですね。で例えば復讐を同じく抱いてってもフリットはこう殺せないよなっていう感じ。そう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 、フリット、フリットこの殺し方したらすごいよね。うん、でも多分そうじゃなくて、トシノさんみたいになっちゃうけどね、うん、ある種で言えばね、なんか先行のハサウェイみたいな感じになっちゃいますけど、うん、まあ天下みたいな。そうじゃなくて、フリットに関して言うと、どれぐらい直接的なセリフを出すかわかんないけど、間違ってたって思わせなきゃいけないんですよ。そうなんですよね。うん、あ、わかる。あれ、俺間違ってたって思わせ、あいつはそう思わなきゃいけないんですよ。うん。うん、ところが、うん、なんだろう、その最初のフリットの少年期編で、うん、なんだろう、もうすでにみんななんかいぶかしがってるんだけど、うん、本当の意味で言うと少年期編のフリット君はフリット君正しいと思わせなきゃいけなかったんですよ。うん。うん、フリット君の気持ちわかるよ、こんな風に殺されたらって思わないと。ガンダムエイジっていう、なんていうか、ストーリーが維持できないんだけど、うん、この時、まあ、そこら辺のギギさんとかが、フリット君、イエスかないっていう視点を持ち込んできてて、英雄なりたがりだとか、そういう話を持ってきて、うん、まあ、そう見て楽しめるからいいよねとか、そんなこと言ってるんだけど、それは制御できてない世界の話かもしれない。そうね。で逆説的に今のフリットって批判されなきゃいけないというか、否定される方向のベクトルに進まなきゃいけない、多分物語力があるはずなのに、はい、見ていく感じ、フリットさんどんどん万能化が進んでるっていう、はいはいはい、その何でもできるじゃないですかフリットみたいな感じになってて、つまり間違った方向で成長したんだったら、うん、ここまでの間違ってない資質を本当に全て獲得できるものなのかっていう感覚っていうのかな、はい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 、つまりフリットさんがあまりにも優秀なんですよね今ね、うん、その艦隊司令官としても優秀、小隊指揮官としても優秀、単発モビルパイロットとしても優秀、うん、で親父としても別にちょっと言葉が足りないだけで、ベクトルとして特に歪んだ答えではない、ね、そうそう、親父として正しいところがフリットさんすごいよね。そうなんですよ、だからかっこいいってこう言っていいのかな、うん、つまりフリットさんってもうちょっとアセムにとって、この親父じゃちょっとアセムもかわいそうだよなって。いや、すごくちょっとですね、
重要っていうか、ここ分水嶺だと思ってるんですけど、うんうんうん、X ラウンダーの力を引き出すヘルメットっていうのを出すじゃないですか。はいはいはい。うん、あれそのフリット艦長、これはもう使っちゃダメだって言って捨てるんだけど、うん、そう僕ね、テーマ的に考えたら、うん、テーマ的に考えたら使わせろってフリットに言わせる方が良くないですか。すげえ思ったそれ、うん、だから不思議だな。だってフリットってショート犠牲を払ってでも、うんうん、サイド犠牲を、いやっていうか、まあフリットのロジックはともかくとして分かりやすいじゃないですか。ガンダムエイジがやろうとしてることを想像すると、うん、 そうね、そこでフリットがこれ使えよって、うん、第一世代の過ちとして描くにはそれはいいんですよね。だからその、うん、フリットっていうキャラクターがすごい今いびつ、なんかある意味でもキャラクター選考にフリットを入れてもよかったのかもしれないんですけど、つまり親父になってからフリットの魅力がすごく増してて、うん、いや、いい意味でも悪い意味でもね、うん、そのすごくいい大人としてのフリットっていう役割と、うんうん、復讐者フリットっていう役割を多分継続して両方育ててってる面があって、うん、そのせいでなんか得体の知らないモンスターになってきてて、それはちょっとひょっとしたら面白いキャラだなっていうふうに思ってます、ね、うん、そうなんですよ。そうっていうか、うん、なんだろう、やっぱりね、子供で育てるとかね、何十年もあの地位にいるとかね、そういう人がなんかそのどう言えばいいですかね、そのある程度の人格を持ちえないはずがないんですよね。そうそう、そこありますよね、うんうん、そういうなんていうか、ユリンを殺された復讐だけに捕らえられてて、目の下にクマ作って、ちょうどフリットの復讐を考えてた、簡単にやられちゃったあいついるじゃないですか、デシルね、うん、デシルが、うん、デシルなんかまさに冷凍保存されてたしから、ああいう風ですよね、うん、で、なんていうか、復讐だけに囚われて、ああなってっちゃうわけですよね、うん、うん、でも何十年もアルチにいて、しかも上に上り詰めてやってる人が、ああじゃあ、ああなわけがないわけですよ。うん、でも それを描いてしまうと、今言ったみたいに、エクスラウンドのヘルメット使わせないみたいな、うん、話にもなってっちゃうっていうね。そう、うん、でもそれって人間だよねとか言ってね。でもそれと同時に、そのデシルに対して、いきなり会って、うん、じゃあ償ってもらうぞっていうのがフリットなわけでしょ。うんうん、で、LD さんまだ見てないけど、アセム編の最終回で、まあ、はい、まあ、ものすごいこう、ね、ナタを振るいまくるわけですよ。あ、そうですか、うんうんうん。あのね、地球の内部の腐敗みたいなものを告発したときに、うん、もう全つかめ、全殺しみたいな。ああ、そうですか。うん、もう粛清委員会とかいうのを結成してましたからね。ああ、そうか。結構話題になってましたけど、うんうんうん、粛清委員会って、みたいな。まあ、ちょっと言葉がひどいけど、要はティターンズみたいなことをしてるわけですけど、はい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 、そのねえ、なるほどね、フリットさんっていう、だからそのフリットさん。いや、それぐらい分かりやすくなきゃ。うん、だからそのフリットさんと、その子供のためにも、あれはダメだって言って、一人の脳が壊れてしょ、つってこう、うん、X ラウンダー増幅装置を否定するフリットさんと、うん、つまり親として間違ってないフリットさんと、指揮官として間違ってないフリットさんと、復讐に取りつかれたフリットさんの、うん、まあ、どうしてもさん付けしてしまうところも含めてですけど、うん、そのいびつな魅力がちょっと倍増感がありますよね。で、逆に言えばそのモンスターになってたフリットと違って、うん、その脇キャラっていうか、役目を終えたキャラだからこそ、うん、簡単に殺されてあげることができたのがグルデックさん。そうですね。うん、グルデックさんが、なんていうか、第1部の頃のセリフで、なんていうか、俺とお前は同じだとか言うし、うん、同じだって言うし、なんていうか、フリット君が、なんか、なんだろう、どっかのコロニーで、昔の、なんか、居酒屋、なんていうか、いざこざを繰り返してる連中がいたじゃないですか。最終的に。ヤクザの人たち、うん、マフィアね。そうそう、マフィアのヤクザの連中に、なんか、フリット君が、そんなのやめろとか言うと、うん、いや、お前だってなんか、母親殺されてなんとかって言ってたじゃん、みたいなこと言われて、うんうん、それって俺たちと違うのって言われたら、なんかフリット君ちょっと反応できなかったですね。フリット君困るんですよ。困るんですけど、グルデック艦長はフリットとお前らを一緒にすんなってその、うん、なんていうか、ね、通信聞いてて言ってるんですよね。で、グルデック艦長は一緒だと思ってないんですよ。それは。うん、うんうん、一緒だと思ってないし、うん、でフリットと俺は同じものだって思ってるんですよ。で、片方はグルデックさんは刺されて死ぬ。うん、ってことはフリットも刺されて死ぬものがあるんですよ。とは思うんですよ。いや、この辺の、ね、構造のいびつって本当難しくって、うん、本当でもそれはね、エルディさんが今言った通り、なんていうか、それが内包、結果的に内包した深みとかって言い方をすると、うん、まさにそれが人間だよねみたいなね、うん、まあ、なるほどねっていうふうに反応できなくなるんだけど、そのグルーデックさん の、 そのヤクザと俺たちの復讐は形が違うって言ったのって、うん、どこにじゃ違いを見出すかってなった時に、うん、その結果がどこに結びつくのかっていうのかな、うん、それが結果として何に役立つかっていうところの先があるわけじゃないですか。なるほど。
結果的なグルーデクさんのコインにも先があるし、うん、そういう建前は確かにあって、でヤクザの人たちはひたすら内燃してるだけだからそれがなくって、うん、だから俺たちの行為は先に続いてるっていう意味でもって違うって言い方はできるとは思うんだけど、うん、グルーデクさんそういうつもりだと思いますよ。でもそうなった時に復讐者を残すっていう禍根を残すことって、うん、全くその別の価値観、ただのその先が復讐者としての自分をちょっと残したいっていう、ざまあ見ろっていうか味わっとけぐらいの感じとして残っちゃうわけじゃないですか。あれは行為としては利益行為な感じになってるわけですよね。そこはなんでもうそこがグルデクさんの難しいとこだから、うん、そうだからこの難しさを確かに、でもねこれ大事なとこですよ。僕ね LD さんほどエイジス好きじゃないんだけど、うん、でも確かにねここを単純に筆切って言い切ってパッて切るのって簡単だけど、うん、あんまりやっちゃいけないことだなと、うん、あ、ま、その意見もあり当然僕含んで言ってる、うんうん、だから LD さんでやってることは確かに大事なことだと思うけど、やりすぎのもどうなのとか思ったりするけど、うんそうでもね、確かにその際としてすごい悩むけど、すごい言いたいことは分かりますね。うん、でもそのグルーデクさんの含むいびつが結果としてそういう可能性を含む。そうそうそう。で、そうじゃない。だって、あのこの要するにガンダムエイジって2つ成り立たないテーマを、なんとか成り立たして、うん、っていうか、なんとか順序立てて成り立たそうと思って、苦労してるんですよ。ところが、その矛盾するテーマだから、うん、ところが、その矛盾するテーマを両立させようって、なんかもう人間の心の、出来事そのものじゃない言うと、うんうん、だから近くなって当然だし、そこが面白いなとは思うわけよ。まあね、だから僕はなんか劇場版ダブローとかめちゃめちゃ好きとか言ってるわけじゃないですか、うん、だからそういう劇場版ダブローとか矛盾したセリフがバーッと出てきますよねとかね、うん、そうね、そう、うん、だからああいうのがめちゃめちゃ好きなんですけど、うん、そうか、うん、そこは分かりますね。なんかね、さっき男子高校生の日常の時に、うん、こうエンドカードの話になった時に、うん、僕と言ったんだけど、その真ん中の方で本編で手を抜いてないから、うん、その手抜きをした瞬間に手抜きと思われないっていうのかな、うん、つまり手抜きって言葉がちょっと悪いんだけど、つまり手抜きと思われるようなことをやった時に、うん、手抜きと思われずにちゃんとした選択してこうなってるってことが分かるから面白いって言い方さっきしたんだけど、はいはいはい、エイジに対してそれがちょっと思うのが、脚本に隙がありすぎて、うん、隙間を使わなすぎてて、うん、なんでこんなにセリフがなんていうか味気ないのっていうか、そういう骨だけみたいな脚本をひたすら書いてるから、うん、多分それのせいでこう今の LD さんが言ってる評価になかなか僕はたどり着けない理由なんでしょうね、うん、頑張った先にその矛盾がどうしても残ってしまうのはしょうがないと思うんだけど、うん、その面に関してはあのなんていうか僕はもうちょっとなんかルイさんより緩く見てるけど、うんうんうん、まあそこに言ってることは頑張った先にそうなるのが最高だってのはわかる。うん、なんかね、うん、きっと LD さんはダンボール戦記基準で見てるから許しちゃうかもしれない、ね。かもしれない。僕、稲妻イレブン基準で見てるからちょっと許せないんですけど、ね。いや、僕、ダンボール戦記はものすごく納得いってない人だけど。いや、僕もそうだけど。僕もそうだけど。逆に。稲妻イレブン基準で見てるから、うん、なんかこう、どうしてこんなにまでキャラ積みが甘いの、このガンダムエイジって作品はってなと思って、うん、いつもぐん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 してるんですけど。まあ、逆説的に言うと、ダンボール戦記見てるとお父さんであるフリット君が万能になってくるのがわかるみたいな話だよ。うん、そうですよ。だから、うん、あれってしかもフリットがさらに立ち悪いっていうか立ち悪くないんだけど、要はその最初の主人公だから、うん、フリットはそうなっちゃうのはしょうがない、ね、もう完全になってますよね。っていうかだから主人公じゃないのにダンボール戦記はお父さんが主人公みたいになってるわけですよ。そうそうそう、だから今ね実はこの問題ってさっきのデジモンの問題とちょっとつなげたようなところもあって、うんうん、だからフリットがどうしてもそうなってっちゃうのは仕方がない面があるんだけど、ただ物語としてフリットがいいもんだった状態っていうか、はい、その瞬間の正義から長期的に見た時の悪というか、はい、その欠点のあるキャラとして描いていくその物語のベクトルっていうかバイオリズムがあって、はい、そのバイオリズムとさらに真逆な感じでフリットの格が上がってってるんで、うん、どこに着地するんだろうこれみたいな、うん、その面白みっていうかその分からない怖さみたいなちょっとありますね、うん、結局これ100年期とか言ってるけどフリット1代記で終わるんじゃないかとか思ったりとかね、うんうん、でも1代記で終わるの100年期ってそれ、うんまあ、3世代の物語っていうより本当にこのままだとフリット1代記になるけどいいのとかって思ったりもしてますけど、うんうん、その比率が確かに面白いってな、まあうん、なんだろうプレイボールじゃないけどキャプテンじゃないけど、うん、そういうキャプテンだとなんだろうキャプテンの三代記に見せて実は限りなく五十嵐の一代記だったりするんだけど、なるほどね、そういう言い方確かにできるかもしれない、うん、だからやっぱりそれはどうしても、ね、初代って僕らの思い入れがあるキャラっていうかね、うん、普通はね、うん、だから結構自然な現象じゃないですか、初代って愛されたキャラだし、まあねうん、だから初代が二代目は生き残ってると二代目を食うことってよく起こるし、よく起こります、ね、まあ、このいびつの最大の発言がドラゴンボールの孫悟空だと思うんですけど、まあそうですね、うん
だから、でもフリットって別に初代の、そのフリット編の時はそんなに愛されてなくって、うん、アセン編の時になんか、このフリットすげえやっていうキャラになってきてるわけじゃないですか。うん、そのフリットのいびつは面白くてしょうがないっていうか、そういう意味で言えばね。面白いっすね。そう、キャラクターとして評価されたいベクトルと、フリット自体の格の上がり方が、ほぼ真逆の双極性を描いてて、うん、どうなってんのこれみたいな、うん、それありますね。まあ、うん、フリットも面白いよね、やっぱり。フリットもっていうか、俺フリットはめちゃめちゃ面白いですよ。なんでこいつこんなにスーパーマンなのみたいな。だって、本当にね、あそこで親としての欠陥をそんなに感じさせないって、本当どうなの、うん、やっぱり、あの時って確かにアセムに対して言葉は足りないですよ。うん、言葉足りないけど、そんなにおかしなこと言ってないんですよ。おかしなこと一つも言ってないよね。言葉足りない、ちょっと問題のある親父なだけであって、うん、それはでもなんかどこの家族間にもあるぐらいの話だって。ありますね、うん、そう。だから別にフリットのいびつっていうよりは、これはなんか本当に単なる親に対して、親は、親父は俺のこと分かってくれないって嘆く思春期の子供、つまり、うん、アセム視点から見てるのは普通のお父さんのあり方の範囲なんですよね、うん、だからフリットのいびつってその瞬間にスポイルされてて、いいのかなこのフリットこんなになんか抜刀でって思ったら、最後に復讐委員会、粛清委員会って言って、うん、あれみたいなフリットみたいな、フリットなんかスイッチのオンオフがあってね、そこはちょっとまあ多分オンオフがあるんでしょう。ありますね。だから普通のやっぱりさっきエリザベス適当なこと言ってる。いや今僕だからこれフリットっていうキャラクターがエミリーと結婚して、うん、子を成して、うん、で一応育ってって妹まで行って、うん、妹はあんな純真なまっすぐな子に育ってて、うん、まあそうそう、あのなんていうかまっすぐな子が育ってるから、うん、あの なんだろう、うん、言えないんですよ。まっすぐな子育ってるとね、親父のいびつっていうのはその中に閉じ込めてるっていうか。ちゃんと外は外なりにやってる、やってるとしか言いようがなくなるんですよね。で司令官としても指示を得てて、うん、ものすごいポジションに立ってて、うん、だって元はね、あんななんか一緒に裏切った疑惑の人ですよ、うん、ネグルデクさんと一緒に、うん、あのポジションに立ってるって、人生をその30年で重ねてきた人間っていうのを、うん、確かに評価しようとすると、ああなる気持ちは分かるんですよ、うん、無駄なるかなって思う気持ちもあって、うん、同時にでも粛清委員会と償ってもらうぞのフリット君がいて、うん、このフリットなんかある意味シャア的な面白さあるかもしれないですね、うん、子供としての彼と成熟していく彼っていう面があって、うん、でシャアってどっちかっていうとまだ子供の方が強いっていうのかな、うんうん、シャアは子供成分が強いと思うんですけど、フリットはどっちも高まっていくところがすごい変というか、うん、まあシャア結局家庭持たなかったからね。ああそう言いますね、うん、そうだからでフリットってなんかエミリーとどう口かよくわかんないじゃないですか、うん、なんかそれと比べるとアセムって最後一応エルディさんまだ見てないらしいですけど、うん、ロマリーの結婚式のシーンがあって、なんですと、うん、それは良かったなってね。逆に今エミリーってすげえかわいそうだなみたいなね。エミリーって結婚してもらわなかったのねみたいなこと思い出したけど。そうっすか。そうっすか。いやだからまあじゃあ、うん、まあじゃあ、アセムは満足して生きればいいんじゃないかな。だから、アセムは本当、小さな、うん、少し小さなスケールで自分なりの納得を得てってるんで、アセムっていう2代目って、多分、うん、2代目として結構閉じて終わってる、独立期的な側面が大きいと思ってて、そうなると、多分3代目の起用もやっぱりフリットと直結しちゃうよね、うん。じゃあまあ、でも、なんだろう、そこまで閉じて言い切っちゃうと、あのなんだろう、フリット主人公だったんだ、やっぱり、ね、第2部でも。うん、そうなんですね、うん、第2部でも主人公で、ただ、おっさんを主人公にするっていう、やり、あのなんていうか、形、うん、形がよろしくないから、なんていうか、別の子を置いてるに近いんだ、本当の、ね、本当の真の構造的に言うと。で、フリット君を、うん、あかつ言うと、フリット君は悪くなっていくから、うん、悪くなっていく主人公を主人公のままにいることの座りの悪さで別の子を置いてるだけっていう、うん、構造なんだ、うん、難しい。例えばさっき言ったジョジョの話とか出てましたけど、うん、ジョナサンの戦いって、ジョナサンの戦いってジョータローに継承されるけど、うん、ジョセフの戦いって独立戦争じゃないですか、はいはいはい、ある種の一応、まあね、テスタメあの石仮面とつながっちゃいるんだけど、まあうんうん、究極生物の戦いって結構独立したバトルですよね、うんうん、だからちょっとアセムってその気があるっていうか、うん、アセムなりの納得を得た瞬間に多分彼の物語はそこで終わるんですよね、うんうんうん、なんかフリットだから今おはぎさんおっしゃってますけど、確かに僕も徳川三代記に似てるなって思って見てるんですけど、うん、葵もさん大気みたいだなって思いながらこう、うん、ガンダムエイジ見てるんですけど、だからそう秀忠の物語なんですね、アセムの物語ってどっちかっていうとね、だからそのちょっと自分は1代目ほどすごくないんだけど、うん、でもそれ受け入れるし、自分はその自分の守れるものを守っていこうって、うん、結構アセムはめでたしのところで落ち着いて、それは確かにエルディさんの言う通り、うん、そのフリットっていうでっかい物語の中で、うん、アセムっていうその小モチベーションというか視聴者のね、視聴者の視点の置き場所として、うん、ちょっとまあアセムっていうものは起きはしたけど、うん、まあフリットの物語ですよね、相変わらずっていうのは、うんうんうん、そこは正しい、そう思いますよ、うんうん、
まあそういうことなのかなっていうか、キャラクター的にはそんな感じの話で。だからここまで語ったら、つまりグルーデックさんが面白いとこから始まったんですけど、結果的にはフリットが超面白いって話になってるんですけどね。いや僕はグルーデックさん好きだよっていうか、だからフリットのこのいびつをさらに先まで進めなきゃいけない、フリットっていうキャラと違って、うん、グルーデックさんはここで死んでいいんだよねっていうキャラって言えますよね。まあそういう人はここで簡単に殺されて、やっぱりその復讐ってのはこういうふうに同じく復讐者によって閉じられるんだよっていう物語を受け持つには、いろいろ業を抱えすぎてるし、やっぱグルーデックさんが綺麗に受け持ってくれた、そうですね、物語の役に立ってくれたグルーデックさんって感じでありますけどね、本当、脱獄のタイミングがあまりにも死ぬタイミングと近すぎて、もう死ぬために出てきたような感じだった。完全に死ぬために出てきます。だから僕、いつも思うんだけど、この2部始まった時に、先にこうグルーデックさん脱獄カットを入れて、そこからしばらくグルーデックさんをこう放浪しながら情報を集めたとか、そういう風な積み方はできなかったのかとかって、いつも思うんですけど、パッて出て、パッて殺されたから、あれみたいな感じになっちゃったって、印象として、ね、だけど、まあ、グルーデックさんのそういう良さってありますよね、作劇に準備、ね。まあそうですね。次っていうか、キャラクターなんだけど、あと実は結構適当に上げてるんで流してもいいんですよね、ぶっちゃけ。というか、美咲芽衣ちゃん可愛いみたいな、美咲芽衣ちゃんは可愛いねとか言って、あ、でもやっぱりアナザーの一つの側面としては間違いなく芽衣ちゃんとのラブストーリーがあったわけじゃないですか。うん、そうですね。だから僕ちょっとアナザーって作品をちょっとその構造っていうか最後に俯瞰してもう一回自分の中で整理し直した時に、ちょっとうまくいってないとこってあるよねって思ってはいるんですよね。つまりホラー映像としてすごく面白くて、毎回毎カットすごい集中しながら楽しく見られたんだけど、いないものとか、あと死者を探すとかっていうベクトルの時に、そのつまりミステリーとして見た時に、ちょっと多分バランス間違ってるっていうか崩れてるところがある作品だなと思ってて、それって多分そのめいちゃんパワーつけすぎたせいだと思うんですけど、あのつまりこの作品ってめいちゃんとれいこさんがもうちょっと綱引きにならないと最後のカタルシスって出ない、ミステリーカタルシスとしてね。ほう、つまりめいちゃんの言うことを信じなきゃいけない、いや信じたいっていう気持ちと、れいこさんずっと僕のことを育ててくれた、その意味だとなんか赤澤さんとかが邪魔だったのかもしれないけど、あ、そうね、赤澤さんの分成分がノイズになってるって言い方もできるかもしれないな。だから、あ、すみません、脱獄略称、その通りです、すみません、そう、別にグルデクさん、最後、敬礼されてましたね、失礼しました。出所、普通に、ちょっと思ってたけど、うん、ちょっとスルーしてた。だから、美咲芽衣ちゃんを可愛く描いて、ちょっと恋愛側面が強かったせいか、もしくは単純に配分の問題か、玲子さんとのその積み上げっていうのがちょっと不足してたせいで、最後のその、玲子さんが死者っていうことを信じる、信じないっていう駆け引きっていうのかな、綱引きって、あんまり乗らなくって、だからそういう意味でミステリーの見方としてはそんなにうまく積み上げられてないんじゃないかなって気は最後、最終回見たときにしたんですけど、まあ、確かに僕らがもうちょっと苦しまなきゃいけないっていうか、そのだって玲子さんだよって思わなきゃいけないっていうのかな、結構みんな流れの中で見て、しかもなんか、僕もアナザーってどっかうまくいってないところがあるんだろうなっていうふうに思ってて、要はなんていうか作品選考の中までは上げてないわけですよ、言うと。すみません。で、上げてなかったよね。あ、僕上げちゃった、ごめんなさい。あ、いや、だけど、だけど最初のなんか雑談とかで喋ったみたいに、すごく好きではあるんですよ。いろんなところ、雰囲気が良かったっていうのに尽きるんだけど、じゃあどこ失敗してるんだろうみたいな話したときに、今のルイさんの話っていうのは、そうか、そういう部分もあるかと思うんだけど、ちょっとわからないな、なんだろう、確かに多分ですね、ミステリーとしての成り立ちの悪さが多分僕もなんかもにょるところだとは思ってるんですよね。なんていうか、言う通りあの人が死者だっていうふうに言われた時に、なんか全部つながると多分かなりのカタルシスがあるんですよ。そうですね、それがなんていうかつながらなかったって繋がんなくないとは思う、つまり繋げようと思えば繋げられたと思うんですけどって感じかな、繋げようと思えば繋げれると思うんだけど、なんかちょっと情報の出し方がさりげなさすぎて、繋げれない、なんていうか、よっぽど何か瞬間記憶能力があるぐらいの、まあ、大げさに言うとですよ、人じゃないと繋がらんとちゃうみたいな、なんだろう、ルイさんってソウっていう映画知ってます？うん、知ってますよ。見ました？見ましたよ。4か3まであったかな、見ましたよ。あれって毎回犯人が、最後の瞬間になって、
この情報全部拾っていったらこいつが、ね、こいつだってわかるっていう。あれはね、なんか拾えっていうことを前提としてはすみません、映画の見せ方だと思うんですけど、うん、あいや、うん、でそれ見せられた時になるほどってあんま思わないじゃない。そうね、拾わねえ、うん、そう見てると拾わねえよって思うじゃん。そう、うん、で戻ってくるとあなたも同じ気分になってるところがあってそう、なんかこの情報拾ってたよねみたいな感じでクライマックス持ってきてるんだけど、な拾わないよとか思っちゃって。あでもね、うん、そこかなっていう気はしてるんですけど、うん、結構綺麗でしたよ。あのなんか休館長の人がレイちゃんレイちゃんとか言ってて、うん、レイちゃんどうして、レイちゃんどうして、レイちゃん死んだから誰かかって、あ、うん、いや、うん、そこは言われるとそうなんだけど、ね、だからそういう風なの納得はあるんだけど、うん、最後のシーンでそれが彼の中で積み上がってって納得いった感がないっていうのが、つまり、うん、どう言えのか、それ最後のシーンでメイちゃんが私見ましたって言うんですよね、うん、玲子先生が死んでるところを私見たのって言うんですよ、うん、で それをなんかそのソース情報ソースみたいな風にして最後納得してるんだけど、うん、それは違うよね、つまり嘘ついてるっていうかな、なんていうんだ、その情報って別に何どこにも聞いてないっていうか、うん、別に姉ちゃんが玲子先生が死んだ瞬間を見たって言おうが言うまいが、それって姉ちゃんを信じることのソースには全く関係がないっていうか、はい、最後は感情の綱引きだと思うんですよ、つまりその、うん、姉ちゃんを信じるか、それよりも玲子さんを大事にするかっていう綱引きでしかないと思うんで、うん、そこの盛り上げ方かな、そこで大事なのは要はその玲子さんが殺されたっていうことじゃなくて、うん、お互いと過ごした日々があって、どっちが良かったかとか、うん、どっちを信じるべきかとか、そういう感情の話だと思うんですね。はあ、だからなんかそのトリックっていうか、うん、そういうものにちょっと最後引っ張られたっていうか、それ綺麗じゃなかったですね、そこは、うん、僕は別にその綱引きってことじゃなくてもいいんだけど、謎解きがしっかりつながってたら、あのなんだろう、最後はなんかそのなんだろう、推理小説ってなんか全部の謎がつながっても本当の意味ではそうじゃないかもしれないっていうのはあるじゃないですか。あれですね、うん、だからアナザーのあのシーン、ラストのあの死者が見つかるあのシーンっていうのは理屈上っていうか推理上、うん、推理小説的な推理上はこの人だと、うんうん、いうことがつながってれば、あとは感情の問題になるわけですよね、うんうんうん、感情の問題っていうか、なんていうか、うん、だけどっていう葛藤になるわけですよね、うん、それが成功すれば多分良かったと思うんだけどって僕は思ってるんですよ。そうか、で僕はなんか今さっき言ったけど、その、うん、そのうまくいかなかったっていうか、いまいちミステリーとしての高まりが薄かった要因が、うん、今言ったそのメイちゃんの方を上げすぎたせい、つまりかな、メイちゃん、いや僕、うん、メイちゃんとその光一くんでしたっけ、主人公、そうですね、うん、光一くんのやり取りって本当なんか謎を解くっていうか、うん、なんか初々しいカップルの歩みみたいになってるじゃないですか、最後携帯電話番号とか教えてもらっちゃったりとかしてね、そうですね、よかったねみたいな、なかなか教えてくれなかった感じですけど、まあいいよ、だから携帯番号を知れてよかったねって、そんな局面じゃねえだろっていう、うん、ゲットみたいなね、うん、まあ、いいや、実質的にはこの2人の関係が狭まってるところになってて、そこを集中してたせいで、うん、その玲子さんが弱くなっちゃったのかなとか僕は思ったんだけど、うん、でもさっきエルディさんが言った通り、赤澤さんを挙げた文化もねって言われたら、ああなるほどってもう思わなくもなくもなく、うん、そうね、そうですね、なんか赤澤さんがつまりそのまあでもそれも同じなんです、つまり赤澤さんをなんで上げたかっていうと、メイちゃんの前に敗れた2ヒロインとして存在するから、そうですね、赤澤さんの価値を上げたわけでしょ、うんうん、やっぱりその点って全部メイちゃんのそのそっち側の視点でアナザーっていう作品を多分捉えたから、結果としてミステリーとしてのアナザーが多分最後の方になんか力任せな感じになっちゃったんだろうなと思ったんですけど、ちょっと全く逆のことを言うんだけど、うん、まあ、メイちゃんが強かったでもいいんだけど、あの先生とかが、なんていうか、レイコさんだったっけ、うん、とか、赤澤さんとかを、メイを下げるとかじゃなくて、うん、あの二人をもっと上げる方が成功だったんじゃないかな、多分。確かに、物語の基本は全部そうですよね。つまり、削ることよりは詰めることを重点した、うん、要は、赤澤さんって本当に土壇場にならないと、あれ、分かんないんだけど、うんうん、ですよね、うん。分かんないんだけど、なんか、もっとなんかやっててもよかったんじゃない、なんか、赤澤さん、そっけないよねとか思ってたら、終盤でそう言われるんだけど、うん、いや、そういうことなら、なんか、もっとなんか、少なくともなんか、あの夏で待ってるの、カンナちゃんぐらい行こうよとか、つまりあれかな、ジュース
当てちゃった話ってあったじゃないですか、うんね、赤澤さんの、うんはいはい、あの話をもっと赤澤さん自体は引っ張ってこう、いや花からでよかったかな、そう、あそれはあるかもしれないな、うん、花なただし、え、ただし今喋ってて思ったんだけど、あなたの最初の段階ではクラスメートは全員何考えてるか分かんないやつでスタートしてるから、うんうんうん、赤澤さんの内面トロのタイミングはちょっと難しくはありますね。確かに内面トロしていきなりグッてきたって感じ、ね、うん、まあ内面トロした瞬間、あそうかそうか、死者だって分か、死者な、なくなるからだ、うんうんうん、内面トロさせた瞬間、じゃあ別のやり方、ああそうか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 、分かる分かる、うん、つまり赤澤さんすらも死者である可能性を保留した結果こういう作品になっちゃうわけですね。ああちょっと厳しい、なんか綱引きになりますね。あ、うん、あつまりそれはレイコさんも全部同じことなんだ、うん、つまり誰もがその、うん、どこまでもこいつが死者かもしれないっていう怖さを保留しようと思って、物語のその何かのキーを貯めていくと、うん、全体的に積み上げが徹底的に足りなくなるというか、唐突感が出ちゃうんですね。そうですね。でもそれを積み上げっていうものを出した瞬間に、それは死者っていうものがあらかじめ見えるそのラインができちゃって、うん、見える人に見えて、で今ネット社会だからガッて広がるし、うん、まあ、今よく俺も原作みんな読んでるのに俺に知られなかったなと思うんですけど、うん、確かにそっか、そこの情報をあえて控えたんですね。それは何を優先するかというところで、そのミステリー的な優先よりもやっぱり誰が怖いか分かんないっていう疑心暗鬼者としての多分優先をしたんですよね、うん、作品としてね。内面をちょっとでも語ると、仮になんていうか語った人が死者であったとしても、うん、なんていうんですかね、物語力学が働いて、多分僕とかルイさんだとこの人違うってもうすぐ分かるんですよね、うん、確かに。その内面を語った人でも死者の可能性があるって言える人もいれば、うんうん、語ったためにまあもうこの人抜けたっていうふうなことを物語力学的に多分読んじゃうんですよ。あの火曜サスペンス劇場でこいつ犯人じゃないっていうのはキャスト表とか見てね、あのなんていうか別に推理の類推とかじゃなくて話の流れ的にもうないとか読むじゃないですか。同じ現象が多分アナザーで起こっちゃうんですよね。なるほどね、うん、あの何でしたっけ、あの金髪の男の子いたじゃないですか。いましたね、うん、名前忘れちゃったんですけど、はいはい、足切られた子ね、はいはい、あの子を妙に怪しく見せようとしてたじゃないですか。見せてましたね、うん、あの一回最初に突き落としたの彼だし、はい、なんかあれっていわば犯人が口封じ的な動きっていうか、はいはい、つまり相手を、相手が昔の記憶を覚えてないって言うんだけど、うん、それってお前自身の記憶が捏造だからじゃねみたいな指摘とかって結構できるような余地ですごい作ってて、はいはい、でもその結果じゃあ結局この覚えてなかったこの2人って何なのとか、うん、なんかつまり全員を容疑者から外したくないっていう動きが多分第一にあった作品なんでしょうね。そうですね。それをやった結果、うん、本当の容疑者の積み上げも一緒に不足するっていうか、それはまさにエルディさんが言った通り、うん、削るなら増やした方が良かったんじゃないかっていう指摘に対する多分答えになっちゃうと思うんだけど、うん、それで増やすときに増やしたらきっと、そのさっきエルディさんが言ったその精度とかを見て、うん、僕らはそこで見分けちゃうんですね、やっぱりね。はい、うん、出されるともう見分け始める、うんうん。この情報嘘だって思っちゃうから、うん、やっぱこれが限度だったんでしょうね。この見せ方を選択したときはね。うん、やっぱりだからそういう意味で言えばミステリーとしてのアナザーっていうのはこのアナザーの作り方をしたときに一つ捨てたっていう言い方はしているかもしれないですね。で、その結果として取ったアナザーは何かっていうと、どのカットも怖いとか、誰がいつ攻撃してくるか分かんないとか、うん、そういう怖さですよね、うんうん。だからその意味で僕さっき海の会が好きって言ったけど、うん、まあ人災的な側面で言えばラストニアとかが面白かったですけど、うん、そうですね。そういう怖さをきっと追求したかったんでしょうね。多分そういうことだ。本当アナザーって先をどう見るかっていう主観そのものだと思うんですけど、うん、なるほどね。確かにそう考えると論理的にそうなりますね。そんなに積むわけにいかないですね、うん、レコさんを匂わせすぎたりっていうか、レコさんのその過去描写とか、うんうん、やればやるほどレコさんになっちゃって、その瞬間最後のあのあやふやな怖さっていうか、うん、あの最後の火の館とかって、うん、なんか昔あのプレイステーションでやったヤルドラの、うん、ダブルキャストってやつのカタストロフ戦にそっくりだなとか思いながら見てたんですけど、はいはい、なんか、うん、そういう結局最後の最後まで誰かわかんねえっていう怖さっていうか、うんうん、そういうものを演出しようと思うとなかなか難しいですね、うん、あ、これはホラーの怖さっていうか、ホラーとミステリーの難しさですね。そうですね、うん、ただちょっとアイデアがいったかもしれない。やりようはありそうな気はするんですよ、実は。あ、そうは言ってもこんなに情報を拾えって言ってる作品なら、うんうん、もうちょっといろんな形で情報を拾わせてって、その情報は別になんか死者につながる情報じゃなくても、あのなんだろう、あ、まあ案外赤澤さんは拾えるかもしれない、うんうんうん、見直してみると赤澤さん、ね、あ、そうね、例えばあのアバンとかってさっき見た死の演出にいっぱい使いましたけど、うん、アバンを各キャラのそういうものに振るとかね、そういう使い方 も、なんかいろんなアイディアの振り方でやれるような気はするんですが、なるほど、うん、まあとにかくちょっと そこがあれなんで雰囲気良かったんですけど、
作品選考にはちょっと上げてないですねっていう。なるほど。まあ、でもなんかメイちゃんと最後仲良くなれてよかったねと思いましたけどね。あ、そうですね。だって最終的にそういう話になってるって、逆に言えばそうなってるところが、うん、この作品の選択したいびつっていうか、うん、あんまりレイコさん殺してかわいそうな話になってないっていうか、うん、やっぱりメイちゃんとこうね、うん、っていう話になってるっていうところかな。まあそうですね。だからメイちゃんかわいいっていうのはこの作品においていいも良くも悪くもっていう感じとか、だとこかもしれないですね。組んでますね。うんうん、あの夏で待ってるはちょっと飛ばしちゃってもいいかな。いちか先輩のなんかが好きだったんじゃないですか。あ、でもさっき僕言った人になっちゃいますけど、その偽物先輩だったところは良かったですね。あのですね、うん、今期やってる作品とかで、うん、あのアクエリオンエイブルのミコノさんとかですね、うん、さっき言ったギルティクラウンの祈りちゃんとか、そこら辺がなんかのキャラクターっていうのが僕がアニマ入ってるっていうようなキャラなんですけど、うんうん、それから考えると市川先輩はそういうキャラじゃないところが良かったっていう言い方になってくるんですけれど、うん、空から降ってくる女の子なんだけど、うん、女の子でしたねっていう、うん、あの説明はね、うん、そういうことあの、うん、なんだろう、うん、空から降ってくる女の子なんだけど、別になんていうか何かの託願が全部あるわけじゃなくて、うん、普通の子っていうか、うん、そういう何か普通に実存感のある魅力的な子が降ってきたので、うんうん、そこが良かったねみたいな変な逆説的な話になっちゃいます、ね。すごくわかります。だからその、うん、あの夏で待ってるっていう作品自体が、うん、その SF 的な側面を本来まとってる作品でありながら、うん、その度数が最後まですごい隠されてってて、うん、最後の2話3話ですって処理しちゃうところとか、うん、あとやっぱりさっき見た市川先輩って先輩っていうことをずっと推してて、サブタイトルもずっと先輩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 って言ってるんだけど、うんうんうん、先輩的な動きをしてないっていうのかな、うんうん、やっぱり人生経験においては結構ドジっ子っぽいところもあるキャラクターでしたし、はいはい、さらにお姉ちゃん出てきて完全になんか役立たずの妹みたいな感じになってましたし、はい、あの向こう水の妹が家族のことをあんまり考えてない妹みたいなね、はいはい、そういうキャラに落ち着いちゃってましたし、うんうん、そのいちかっていうキャラクターの幻想がなくなっていく感じっていうか、うん、その配置した位置よりも全然大してものを持ってない感じっていうのが、うん、確かにあの夏っぽさの象徴であったかもしれないですね、うん、やっぱりこうお姉さん属性っていう感じでいちかを見てないですもんね、僕なんかはね、うん、普通にメガネっ子っていうか、なんかよそから来たメガネっ子って感じがするっていうか、うん、先輩っていう故障は持ってるんだけど先輩属性として見てないっていうか、そういう感じになりますよ僕の中ではね、うん、なんちゅう、まあなんだろう、非常まあちょっと長井監督のメソッドに近くなるんだろうけど、うん、こういう感じの女の子のキャラクターの作り込み方っていうのが非常に良かったっていう言い方になっちゃうのかな、うん、うん、どう言えばいいかな、まあなんていうか実存感があるとか言ってるけど嘘っぽい子には違いないんだよやっぱり、うん、違いないんだけど、今言ってるなんだろう、うん、さっき言ったなんか男の子の願望っていうか、もうちょっとなんか空っぽのなんもないものに何か託願するものとは違って、なんか中身がちゃんと入ってる子っていうのを、コミカルに出している、そうですね、っていう作りの良さ、うん、まあやっぱりあと最後言ってましたけど、ちゃんと一花っていう子もこう、うん、あの風景を探してるって言い方をしてましたけど、うん、とにかくなんとなくなんかこう変わりたいものがあったわけじゃないですか、うん、変わりたいものがあってやっていた子だから、それってつまり何かやろうと思って映画撮り始めた連中と全く変わってなくて、うん、そこも含めてやっぱりその宇宙人地球人先輩後輩とかいろいろ言ってるけど、うん、あとなんかメインブラックとか見ましたけど、そうですね、あんまりその点において大差がないんですよね。つまりなんとなく変わろうと思って、うん、なんとなく踏み出していくっていう話になってるんで、うんうん、だから宇宙人でありながらそこになんていうか異星人性みたいなものはなくて、そのなさがむしろその意図的なもので良かったキャラクターって言い方できるかもしれないですね、うんうん、やっぱり先生オネティの先生はやっぱりもうちょっと宇宙スーツとか対応してましたもんね。そうですね、うんうん、まあそんなところですかね言ってると、うん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 、次はシンフォギアの翼さんですけど、そうか別に飛ばしてもいいあのちょっと僕からいい、嵐起こってしまうか、うん、僕からいい、あのこの子のいいところっていうか、割とシンフォギア見てて展開で好きだったところは、主役の子がいるじゃない、響さんね、あの響ちゃん、うん、響ちゃんがなんていうかこうどういうタイミングで翼さんに認められるかなとか思ってたんですけど、あんまりタイミングなかったよね、うん、なんていうかあのだってタイミングがなかったっていうより、響を認めることに必要なのは自分と奏の問題をなんとかすることの序列の下なんですよね、うん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 、2人の関係性、つまりこの子にとって一番大切な人は響じゃなくて奏さんだから、うん、だからこの子にとっての奏さんの物語を突き詰めていくことが
結果として余裕ができて響きを受け入れるっていう順番になってるんで、そういうことか。だからでそれは彼女に助けてもらうことじゃなくて自分で気づく話だった、うん、それはあのわざと絶唱して一回死にかけるとかいろんなこう過程がなきゃできないことなんですけど、うん、そういう道筋があるんですよねこの子ね。なんかちょっとな、うん、いや最近流行ってるのかなと思うんだけど、あんまりこういうなんかタイミングが、うん、あのなんかはっきり示してないっていうか、そういう作劇の組み方みたいなのがちょっとなんか最近なんかいくつか見たような気がするなみたいなことを言っちゃうんですけど、何を言ってるかっていうと、あの相当反発したじゃないですか響ちゃんが入ってくるの、うん、あのこの子、うんうん、ってことは普通あの物語力学から言うとなんかイベントがないと受け入れないっていうか、うんうん、なんていうかそういうエピソードが一つ必要なんですよね、うんうん、ところがなんか時間が経ってってなんか、うん、響って子がずっと頑張ってるねっていう状況があったら、うん、しばらくしたらどっかのタイミングでなんかその子を認めるようなセリフを言うじゃないですか、うんうん、そしたらはいっつって、うん、あ認められたっていう感じで行くんですけど、そこにあんまりなんか劇的な何かイベントみたいのは用意されてなかったと思うんですよ。そんなことはないんですけどね。そんなことはないんだ、読まなきゃいけないんだ、そこは。そうなんです。なんか それはなんか説明して、うん、だから翼さんっていう子は本来やっぱり妹キャラなんですよ、うん、これお嬢様キャラなんですよね、うんうんうん、でこう奏でっていう、まあ、ヒーローものでいうところの戦隊レッドみたいなもので役割と戦隊ブルーなんですけど、うんうんうん、で赤を失ってしまったと、うん、でそこから頑張って強くなったところでこう赤の代わりになるとか言って現れた黄色イエローカロリーが現れた戦隊だと、うん、でそれに対して反発したみたいな話なんですけど、うんうんうん、彼女はだから自分と向き合ってその響きを受け入れる土壌を作ったから、うん、ここって結構難しい。だからあの順番を語ろうとするとね、ちょっとね、うん、ちょっとね、あ、いや、でも、ね、あ、僕の言いたいこと、大事なのはね、つまり、うん、あそこで絶唱したことなんですよ、やっぱり、うん、4話で1回自分を全部さらけ出して、その自分の覚悟とかを全部見せて、うん、だけど届かなかったものとかがあって、うん、その後 の病院とかのちょっと中で、こう奏とかが出てきて、うん、なんで笑ってくれないのとかって話があって、でその次の回にこう、私が近くにいるかどうかは、お前が、あんたが決めることさ、みたいな話があって、うん、それで、こう、奏を受け入れていくっていうことは、つまり奏に受け入れられようとしてた自分を受け入れること、つまりその時の響きを受け入れることとイコールなんですよね、うん、だからそこはね、奏を受け入れていく過程、奏を受け入れていく、奏と向き合っていく過程で響きって存在の意味が自分と近かったことに気づくんですけどね、うんうんうん、そういう道筋ってね、結構4話5話6話あたりであたりで出てるってことね、あるんです。いや、いやでもあの そういう意味で言うと、あの僕が言ってる話もそんなに外してないと思っていて、いやなんていうか そこら辺のところでそういう動きで変わってったんだねって読むことはできると思うんだけど、なんていうか今僕が最初に話したみたいな強烈な何かイベントっていうのかな、うん、まあ、単純に何かこう、見て分かりやすいイベントみたいなものがなんていうか置かれてなかったところっていうか、それはまたねこの作品のいいところっていうかね、うん、まあ、だから俺に新法を語らせて危ないんですって、うん、だからその響きが全部の中心としてやる芸主人公になるっていう見方は確かにできる作品なんだけど、うん、実際そうじゃいけないんですよね。だからあくまでそれぞれに対して大事な人が一人いて、だから翼にとっての大事な人ってやっぱ響きじゃないんですよね、奏、うんうん、なんですよね、うんうん、だからそことの物語を進めることが彼女自身を成長していって、それが受け入れることにつながっていくってことが今言ったその響きとの明確な物語ではないって言い方ができるんだけど、それは響きと明確な物語ではないだけであって、うん、奏との物語の中で消化してっていうことなんですけどね、うんうんうん、っていうあたりのこう徹底の仕方がとても綺麗な作品なんですけどね、まあ、とにかく翼さんの、ね、キャラの精度がとにかく他のキャラも全体的に高い作品だったんですけど、うん、翼さんのキャラの面白さっていうのはちょっと独特なものがありましたね、うんうん、こうしかもなんか最後の方で公式ページの設定でなんか、うん、昔武士の格好して歌を歌うアイドルがいてそれに憧れてたみたいなわけなんで設定がついて、いやあの設定見ると面白いですよ。だからそういう、うん、武士ドル的な側面がねあるキャラクターなんですけど、わかりました、うん、その武士になろうとするみたいなね概念でこうちょっといろんなツンデレとかいろんな形があるけど、この子の形の面白さってすごくありましたね、うん、読んでいくと面白いですよ。わかりました。というか、新法家の形あんまりしない、はい、というかちょっとですね、あのここで一旦切ってっていうかすぐ始めるんですけど、うん、録画限界値なんで、ほほ、あのまずちょっと録画とか放送切らしてもらって、うん、ですぐ再開するんで、うん、ちょっとあのもう3時間経ってるんで一応一旦切りますね、ちょっと、はい、じゃあ録画をまず切ります。